こんばんは。7月4日の週刊ジェッツのお時間です。ということで、北条さん、今週もお願いします。はい。お願いします。なんか、ちょい時差あります？今大丈夫かな？大丈夫です、大丈夫です。はい、大丈夫です、ね。時差あります？ある？あ、今大丈夫です。今大丈夫でした。はい。はい。はい、すみません。ちょっと事情によりまして、ちょっとごめんなさい。自宅からやってるんですけど、ない、ちょっと画面構成とかが、はい、ちょっといつもと違うんですけども、やることはもう全く変わりません。変わんないからね。はい。はい。じゃあそこだけ、すみません。ご了承いただければと思います。はい。はい、本当いつも通りやります。はい。はい。はい。ということで、ツイートを先週したんですけども、はい。我々が FC 町田ゼルビアさんの練習場にちょっと行ってきまして、はい、はい、はい。焼けましたね。っていうね。焼けましたね。もうなんか、やけどするような勢いでしたね、もうちょっとね。ですね。はい。はい、もう腕が、まあ、ちょっと分かんないと思うんですけど、はい、結構僕もこの境目が結構できてて。はい、はい。はい。完全になんか、海でも行ったんですかみたいな感じになっちゃってもね。そうですね、はい。顔とかもだいぶもうボロボロだったんですけど、デコとかも。はい、ね。ちょっと落ち着きましたけどね、1週間だったんで。はい。はいはい、という僕と北条さんが、はい、行ってきた町田の練習場の模様は、はい、今週、はい、木か金ぐらいで公開します。なるほど。ちょっと今、はい、絶賛作業中という感じなんですけれども。作業中。はい。はい、はい。ぜひ、そちらもまた改めてツイートなどもしますけど、見ていただければというふうに思いますし、はい、やっぱりこうね、はい、外に出るの改めてこう楽しいなと思いましたね。そうでしたね。やっぱ選手にもね、はい、話は聞きましたし、はい。ね、練習そのものも見れたんでね。そうですね。うん。まあ、練習なのかも実践なのか分かんないぐらいの勢いでしたけど。いや、すごい練習してました。はいはい、ちょっとそこはあの映像ではちょっと映せない箇所なんですけど、そうですね、いや、はい、これ町田強いなっていうね、はいはいはい、すごくいい練習してたなと思いましたけども、はい、そうですね、はい、ということで、本日はですね、はい、まずあの6月のベス入れがありますので、どんどん行きましょうということで、はい、了解です。はい、じゃあまずは北条さんの6月、はい、ジェッツベスト11、はい、はい、こちらです、はい、こちらですね、はいはい、じゃあ後ろから行きましょうか。そうですね。はい。はい、まあ例によって先行は一チーム一人っていうことに、はい、一応基本考えて選びましたっていうことなんですけど、まずゴールキーパーは串見選手を選んだんですけれども、はい。はい、まあ勝利こそなかったですけどね、今月ね、群馬は。ただ串見選手が、勝ち点1を引き寄せた試合がいくつもあったような気がするっていうぐらい、素晴らしいセービングの連続だったっていうね。まあ特に清水戦ですかね。ね、そうですね、うん、はい。本編でも話しましたけどね。ミッシーもね、話してた通り、スーパーセーブがね、あれが勝ち点1に値するようなね、うん、仕事もしてましたし。まあ特に群馬は、どこのチームが相手でもみんなね、群馬のディフェンスを崩すのは本当に苦労してると思うんですけど、まあ、その一番最後に串見選手がいるっていうね、そういうね、なかなか点を取らせてくれないっていう、そういうね、群馬のディフェンスを支えた串見選手をちょっと選びたいと思いまして、はい、はい、選びました。はい。で、続いて後ろ、3バックにしたんですけど、まず右から、まあ、鈴木選手、まあ、今月6月はね、岩田が、まあ、3勝1分けかな。で、まあ、その中でも鈴木選手は1得点2アシストかな。そうですね。そうですよね。はい。はい、まあ、特に、ボールバッターと攻撃出ていく、まあ、スプリントもそうですし、まあ、そこから先のそのアシストのね、クロスの精度もそうだし、で、当然ディフェンスに回っての一対一の強さは相変わらず安定感抜群ですしっていう、まあ、幅広い意味で攻守にあたって高い貢献度示したってことで、鈴木選手を選びました。はい。で、続いて、真ん中の黒木選手。で、黒木選手は、まあ、本来、まあ、熊本ではね、3バックの右になってますけど、これ、あえて真ん中にしたのはですね、江崎選手が、出場、サスペンションで出られなかった、清水戦ですかね。清水戦で真ん中を黒木選手がやったんですけど、まあ、真ん中誰がやるのかなと思ってたんですけどね、黒木選手は、真ん中で、
やっぱ普通にずっと真ん中を僕はやってましたみたいなプレーをしていましたし、まあそもそも、黒木選手はボールのダッシュポイントも高い、もともと高いし、まあ、プレーの強度でミスも少ない。で、攻撃参加もするっていう、まあトータルに本当に優れてる選手で、まあそれが、まあセンターにポジションとしても遜色なくプレーするっていうね。まあ幅広い。まあなかなかね、選びたいなと思ってもなかなか選ぶチャンスなかったんですけど、今月ちょっと、ぜひということで選びました。はい。はい、で続いて、谷口選手。まあ谷口選手は、まあ復帰してきたのが6月の2週目ですかね。まあ2週目から入ってきたんですけど、まあそれに、こうするような、まあもちろん谷口選手以外の要素 もちろんあるんですけど、まあディフェンスラインにやっぱ彼が入ることによって、ベルディはさらに、まあ特に守備ももちろんそうなんですけど、やっぱり攻撃に関してのね、まあフィードの部分でもすごく貢献度が高いですし、まあ普通に涼しい顔で2列目ぐらいのズバッと縦パス入れるみたいなね。まああれも仕事をセンターコーナー選手やってくれたらそれ攻撃が楽だなっていうね、まあ攻守にわたって、まあ、幅広く活躍したっていうことで、彼を選びました。はい。続いて中盤なんですけど、中盤まずワイドから、で右側の今回ちょっと宇野木選手をね、ぜひ選びたいと。まあ彼、数字出てるんですよね。まあ、3アシストなんですけど、まあ特に右サイド、まあ何戦でしたかね。右サイドで1対1で、まあ、止まった状態からの1対1で縦に仕掛けて、そこからのね、絶妙のピンポイントクロスでアシストするシーンだったんですけど、まあ多分、彼はもっと活躍できるだけの力を持ってる選手ですけど、まあ実際今月先月はね、6月は数字もしっかり残してますし、まあ、持ってるポテンシャルの一端をしっかりこう見せてくれたんじゃないかなということで、選びました。はい。多分、小野さんがおっしゃっているのは、はい、多分千葉戦ですかね。あ、千葉戦。おそらく。あ、はい、そうですね。4-1でミトが勝ったという。そうですね。はい。逆転でっていうゲームですね。逆転でね。まあ、はい、クロスもね、どうぞ打ってくださいっていうね。もう絶妙のクロスでしたよね。はい。はい、で続いて左、まあ、アウトは、まあ、これ何回目なんだろうっていうぐらいの間違いを選手なんですけどね。はい。まあ、この数字が示す通り、3得点2アシストっていうね。うん。はい、5点に絡んではっていう、ね。しかも4試合で、ね、5点に絡んでるわけです、ね。4試合で5点ですからね。はい。お釣りが来るっていう状態で、もうちょっと左サイドに行くと、ちょっと今、無双に近いような感じのね、うん、働きをしてるっていうことで。まあちょっと、選びたいということで、はい、今回も選ばせてもらいました。で続いて真ん中というか、まあボランチのところ、まあ林田選手と、まあ、横山選手、まあ、横山選手はね、まあ、チーム事情もあってボランチをやる試合が、まあ、6月は1試合ぐらいでしたからね。まあその後ね、本来のトップ下とかシャドウのところに、ね、戻ってっていうことでしたけど、まあ、彼もしっかり数字を残してますし、まあ、ボランチに入ったら遜色なく、まあ、しっかりビルドアップの起点になるっていう仕事もできてましたし、まあ、幅広く活躍してたっていうことで、選びました。はい、で、もう一人、林田選手。で、林田選手は、まあ、印象に残ってるとすれば皆さん、きっと岩田戦のね、先制ゴールだと思うんですけど、うん、まあ、あれのシーンも、林田選手がプレッシャーをかけて相手のミスを誘って、そこからさらにランニングして、ボックスまで走っていってゴール決めてるんですけどね。まあ、あのプレーが本当象徴する通り、まあ、甲府の中盤のそのボールハントはほとんど彼が絡んでるという、まあ、中盤でボール奪ってからのね、速攻は本当に甲府の武器ですけど、まあ、そのスイッチ役として、まあ、見事な活躍したなっていうね。確かダッシュポイントもね、多分、確か6月2番目ぐらいなんですよね。それぐらいの高さ。で、まあ、貢献したっていうことで、ね、はい、選びました。で、もう一人中盤真ん中は中川選手にしたんですけど、まあ、中川選手は、まあ、6月、まあ、チーム事情もあってね、大分は、フォワードの選手がどうしようっていうことでね、まあ、一人怪我したってもあったと思うんですけど、まあ、それで、中川選手がまあトップに入る、まあ、実際は偽9番としてね、活躍したんですけど、まあ、偽9番とは思えないぐらいの活動範囲っていうさというか、もう中盤のボランチの位置まで降りてくるとか、まあ、本当に相手の選手は捕まえづらいポジションを取りながらしっかりボールを引き出して、で、決定機に絡むっていう。で、さらに特に印象深いのはあれもあれ何戦だったかな。なんか相手のディフェンダーのね、あ、キーパーかな、キーパーからのパスかなんかを引っ掛けて、で、アシスト
伊佐選手はね、ゴールアシストする場面があったと思うんですけど、まあ、あれなんかも象徴する通り、まあ、守備に回ってもね、彼は本当に足を止めずにプレッシャーかけるっていう、まあ、あれがすごく大分の、まあ、失点の少なさにも大きく貢献している大きな要因だったし、という意味でも、まあ、ちょっとぜひ選びたいということで選びました。はい、多分、北条さんがおっしゃっているのは、甲府戦ですかね。あ、甲府戦かな。勝田選手のね、ビルドアップのところを試みたところを、はい、はい、はい。重なってっていう。重なってっていうね。ですかね。常に狙ってますからね、はい、彼はね。ですね。はい。それぐらいもうエンジン全開でね、試合の入りから、あのテンションでプレーするっていうね、チームに貢献度は大きいかなということで、まあ、選びました。はい。で、最後、真ん中じゃない、一番前2人。はい。前2人は、まあまあ、これ、まあ、数字を見れば、まあ、一目瞭然という感じなんだと思うんですけどね。まあ、ファンバ選手は4戦4発。で、エリキ選手に至っては、そこに4アシスト加えるっていう。計8ゴールに絡むって、ちょっと異常な。1試合に1得点1アシスト、はい、1アシストね、はい、だからまあそもそもね2点以上 を生み出すっていうね、サッカーにそんな簡単なことではないです、はい、まあ、はい、鳴らしたらの計算になりますよね、はい、いやもうこれはすごいですね、すごいですよね、これ WCC だと大変なことになりましたね、これゲームバランスがもう破壊されちゃいますから、こんな選手いたら本当に、いやもうそれぐらいちょっとね、あの凄まじい活躍だったっていうね、まあ、特にね、あの先々週ですかね、先週かな、あの話した通りね、あの栃木戦のゴールなんかね、特にあの狭いペナルティーエリアの中でまさかあそこでワンツーやってあそこ入ってくるなんていうのはちょっと甚だしいっていうかね、もうね、もうちょっとレベルが高いにも程があるっていうぐらいのねプレーだったと思いますし、まあ、それぐらい決定的なね、あと水戸戦かな、水戸戦のね、あのスーパーアシストからのね抜け出しとかもそう含めて。そうですね。はい。まあ、ちょっと印象に残るようなね、ゴールもたくさんありましたし、まあちょっと文句なしかなっていう感じでしたね。はい。はい。ちょっと長くなります。すいませんが。はい。はい。いえいえ、はい、じゃあ続いて僕のベスイで、はい。ちなみに今月は北条さんと被ったのは、珍しくというか、ここ最近結構多かったんですけど、3人かな、あ、ね、あ、はい。結構違います、それで。あ、逆にいいじゃないですか。はい。3人の選手入れて。はい。ああ、これね、僕もね、悩んだ選手たちはたくさんいますよ。どうしようかな。はい。ということで、まあ、同じなのが、まあ、前3人ですね。もう得点がもう全てっていう感じなので、はいはい、まあ、フアンマ選手、まあ、ちょっとチアゴ選手のなんか置きどころとかは、まあ、ちょっとあるんですけど、うん、はい、もうここ、てか、この3トップ同じチームだったのかも、うん、今日、とんでもないチームになりそうな。とんでもないですよね。3トップなんですけど。とんでもないですよね、これ、本当に。そうですね。はい。はい、まあ、まあ、あの、もう、彼らはもう圧倒的得点、アシストっていうところで、はい、はい、選びましたので、はい、まあ、それ以外の選手、ちょっと話していきたいんですけども、うん、はい、キーパー、結構僕もね、悩んだんですけど。悩みますよね。いっぱい言いましたからね。やっぱレノファ、まあ、今節も完封でね、今節、関選手じゃなかったですけど、うんうん、やっぱレノファは、関健太郎。だろうと。いやいう、ね、うん、なんか感じる6月だったかなというふうには思いました。いや、まあ、やっぱ ね、ずっと正守護神でやってきてますけども、うん、まあ、今シーズンなかなかね、こう、あの、コンディション的な問題もあってだと思いますけど、ね、いろんなキーパーの選手がここまで出ていますが、うん、やっぱり関選手の安定感というか、うん、やっぱあのビッグセーブ、ビッグプレーっていうのは本当に素晴らしいなと。はい。そうですね。いうふうには思いました。西も確かベストセーブに選んだの栃木戦のね、あ、そうですね、確か、ね、はい、あの試合とかでもね、抜け出しのところね、2回的なやつ ね、2回止めたりとかね、そうですね、はい、素晴らしかったですね、うん、はい、で、はい、後ろはですね、まず楠本選手、うん、まあ、2得点もそうなんですけども、うん、はい、まあ、あと2得点のその奪い方とかそのタイミングもさすがなんですが、うん、はい、まあ、やっぱこう水戸のね、今シーズンこうキャプテンとしてこうずっとチームを引っ張ってきた、うん、選手、こうね、なかなかチーム状態水戸すごくいい6月だったと思うんですけど、まあ、それをこう後ろで特にね、人がなかなかこう揃わないという時期もありながら支えた楠本選手を選びました、うん、はい、うん、でもう一人センターというか、まあ、センターバックタイプでいうと安藤選手ですね、うん、はい、はい、まあ、安藤選手もちょっと怪我などもありましたけれども、はい、まあ、ようやくコンディションが戻ってきたのかなというとこと、はい、トリンダー逆にね、ちょっと今怪我人がまだまだ多いという状況の中でね、うん、
ね、これからますますこうディフェンスリーダーとして、はい、彼にかかる期待はすごく大きいと思いますので、そうですね、まあ、ペレイラ選手が抜けましたが、まあ、安藤ありっていうところをね、うん、ちょっと見せてほしいなというふうに思っております。うん、はい。僕も迷ったんですよ、安藤選手、最初入れてたんですよ。うん。はい、はい。で、菅井選手、はいはい、まあ、ポジション的には、まあ、サイドバックっぽい、うん、あの位置でね、やってますけども、はい、まあ、得点も、うん、あの、大宮戦のスーパーゴールもありましたが、はい、まあ、もうこう右をやっても、左もやってもなんですけど、はい、左におけるこの対人のとこ、攻撃のところ、関口選手が台頭してきたのが、ね、ここ。うん、1、2ヶ月ぐらいっていうようなね感じで、ちょっとスタメンの顔ぶれもね、甲府ちょっと変わってきましたけど、その中でも右でも左でもこれだけこうプレーをできる選手、安定感あるプレーできる選手は少ないなと、はい、いうふうに思います。はい、はい、まさに、はい。で、中盤ですが、まずパッと出てきたのは1番は上原選手ですね。そうですね、はい。はい、まあ、2得点のところもそうなんですけども、うん、まあ、やっとさん、もちろん、しかり、藤原選手とか、うん、まあ、こうね、いろんな選手がいますけれども、うん、まあ、やっぱ上原選手は、もう、もっともっとこれから、ね、岩田、すごくいい6月だったと思うんですけど、うん、なんかそれをすごく牽引した選手の一人だというところです。はい。はいはい、で、続いて、まあ、ボランチタイプでいうと、稲見選手、うん、まあ、1得点ね、素晴らしいゴールもあったんですけども、あのゴールもすごかったっすね、はい、はい、まあ、やっぱこのボールハント能力の高さ、うん、はい、まあ、林田選手の、ね、話でもちょっと、はい、まあ、ちょっと重複するような部分があるかもしれないですけども、はい、まあ、やっぱ今のヴェルディのこの中盤のところ、うんうん、うん、まあ、森田選手いて、まあ、斉藤選手戻ってきて、まあ、もう一人のところ、うん、綱島選手もいますけども、まあ、稲見選手は今欠かせない選手かなと。いやー、欠かせない。そうですね。ね、はい、山形戦なんかね、見事だし、ね、特にね。そうですね。はい。はい、で、まあ、ワイドっていうか、うん、はい、まあ、右は大本選手ですね。うん、まあ、2得点も、はい、ありました。で、やっぱこう、ようやくこの右のこの加速力みたいなところが、まあ、ずっと良かったんですけど、うん、まあ、本当に熊本のこう武器になってきたっていうところで、うん、はい、そうですね、まあね、島村選手大爆発の、あの、藤枝戦とかっていう、なんかね、うん、すごくいいゲームも、はいはい、まあ、ちょっとね、あの、月間でずっと勝ち点を積み重ねたっていう、ね、うん、成績にはなかったかもしれないですけど、やっぱ大本選手の光るものは、本当、たくさん見れたなという月でした。はい。そうですね。もう一人は。島村選手との関係性が良かったですね、島村選手、ね。あ、そうですね。はい、この右サイドっていうのは、はい、ね、まあ、黒木選手を含めなんですけども、うん、まあ、大きな武器になっているというところですね。はい。はい。はい、で、ラスト、藤本選手ですね。はい、うん、まあ、フォワードがなかなかこういないという中で、うん、まあ、中川選手も僕もやっぱパッと思いついた選手であったんですけども、うん、まあ、得点関与っていうところでね、実際点を取ってますし、うん、うん、まあ、もともとフォワードの選手がこうサイドに抜擢されて、ね、そこでもう一回、ね、うん、中かなと思いますけど、こうね、あのワイドで使われてて、やっぱ彼がこう仕掛けると何かが起きるっていうところは、多分下平監督はね、多分そこを見込んで、ポジションを、まあ、あえてフォワードがいない中でも変えてないっていう部分あると思うので、うん、まあ、まあ、このままね、良さをどん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 出していってほしいと思いますし、うん、まあ、トリンタもすごくいい6月だったっていう中で、ね、うん、前線が手薄な中で引っ張った選手かなと、はい、いや、本当にいうふうには感じました。おっしゃるとおりですね。はい。これ豪華ですね。ジアゴ藤本が並んで、エリキ大本。そうですね。3位の協力ですよ。はい、という、はい、11人を選びました。うん、はい。はい。はい。ということで、画面戻ったかな。はい。MVP、まあ、月間表彰は来週、うん、ん？再来週ですかね。発表再来週なんですけども。はい。さあ、これは来週なんですかね。うん、はい、あの圧倒的数値を先行残した方でいいですか。先行するんですかね、これね。ほぼ一択だろうっていう感じっていう気はしますけど、どうですか。ちょっとコメントぜひ、打ち込んでいただければと思います。はい。なかなかないよね、4試合で。8ゴールに絡むっていうなかなかないそうですね、4得点4アシスト、なんか 2、3月とかだとゲームがね、ちょっと多かったりしてっていうのありますけど、うん、4試合で4得点4アシストって
いや、これだって、ね、終盤の選手とかだとこれ年間の数字ですかみたいなレベルが。そうですね。そうですね。だって、三笘が7得点5アシストぐらいだったから。はいはい。三笘選手もね。ものすごい勢いでしたね。いや、いや、本当、それで言うと、チアゴ選手も、フアンマ選手も、得点数で言うと、もうこれ月間表彰レベルも、うん、もう間違いないぐらいなんですよ、うん。そうですね。間違いない。はい。まあ、チアゴ選手なんかね、3試合連続ゴールで、うん、3試合連続ゴールどころか、5月からずっとね、ゴール取り付けてきて、そうですね。2アシストでね、試合数、主要試合数よりもね、こう上回ってるっていう、いや、本当ぐらいね、活躍してるんですけども、うん、はい。それを上回る数字を残している選手がいるのかっていうね。そうですね。はい。はい。ということで、まあ、エリキ選手かな。もう文句なしかな。もう誰もが恐れる、エリキ。いや、本当にね。恐ろしい。なんかさらに磨きが上がってきてるもんね、これは6月入ってね。そうですね。やっぱ夏場にね。しかもちょっとえげつないゴールが増えてるからな、しかも。こちらやっぱ千葉戦うん、最後の最後に2アシストしたじゃないですか。はい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 。いや、体力もめちゃめちゃあるっていう。めちゃめちゃあるもんね。確かに、はい。むしろ最後まで俺をピッキー立たせてくれみたいな、ね。いや、そうですよね。うん、まあ、あれもあってね、多分ね、こう引っ張るようにっていうか、うん、まあ、これがね、やっぱ90分でもね、本当にこれからできるっていうところを示した、うん、ゲームだったかなっていうふうに、ね、いや、本当に思いますけどね。そうですね。はい。はい、もうほぼ、エリキ選手のコメントは、はい、まあちょっと身内びいきになるけど、チアゴ的なコメントありますけど、いや、まあもうこれ、もう誰もが恐れるという、エリキ選手で、はい、まあ、文句ないかなという感じですかね。はい、そうですね。はい。おそらくね。そうですね。はい。はい、ということで、はい、まあ、また本家の、ね、はい、発表も、はい、まあ、お持ちいただければと、はい、いうふうに思います。はい。では、じゃあ今週の表彰に行きたいと思います。はい。はい、じゃあまず表、北条さんから。はい。はい。お願いします。はい、もうこのまま行っちゃおうかな、はい、画面、はい。はい。はい。そうですね。はい。で、ベストチーム、この通り、まあ、清水。まあ、これ、劇的なね、勝ち方だったっていうのももちろんあるんですけどね。これ、試合自体もかなりレベルの高いで、しかも長崎もね、素晴らしい戦い方した上で、最後ね、決勝点をもぎ取ったっていうことで、まあ、日本平もね、爆発したっていう感じで、まあ、清水を選びました。はい。で、続いてベストゴール。これはもう、ここに書いてあるんですけど、なんか何度出てくるエリキって感じですけど、まあ、エリキの、その、まあ、これね、2点取ってるんですけど、まあ、1点目の方のね、まあ、非常に町田にとっては先行されてしまって苦しい展開の中で、まあ、前半のうちにね、追いついたゴールでしたけど、まあ、このデューク選手のね、フリックから、ワントラップして、ゴール隅に蹴り込むっていう、しかも目の前にディフェンダーがいて、まあ、ほぼスペースがない状況で、うん、あそこのコースに蹴り込んでしまうっていう、まあ、技術的にはまあ判断としてもまあ相当なハイレベルのゴールだったなっていうことで選びました。はい。で、続いてベストプレイヤー。ベストプレイヤーは藤本選手。はい。まあ、これも、まあ、数字が示す通りで、とんでもない、活躍だったっていうね。それ本編で、ゆっくりミシンに解説してもらおうと思うんですけど、はい。ということで、まあ、藤本選手。で、ベストアシストは、この、清水戦で負けてしまったんですけれども、この長崎の、ファンマ選手のね、ゴールアシストした、桑崎選手を選んだんですけど、まあ、あれもね、本当に、そこ、ペナルティーエリアのね、本当に時間がない、スペースもない中で、そこにファンマ選手がいるのを見えてるんだっていうね、あっち向いてこい、一発ですよね、まさにね。まあ、その解説の人も言ってましたけど、まあ、それぐらい落ち着いて、あそこのね、ファンマ選手にボールを流して、まあ、あれもワンタッチでね、そのまま蹴り込む。ことができましたけど、まあ、味方にね、ワンタッチでシュートを打ってるようなボールを送ることができたということで、桑崎選手を選びました。はい。じゃあ続いて、僕の表彰なんですけども、はいはい、ちょっとまず、もうベストプレイヤーから先に触れると、うん、
これを、まあ、僕あの今週山形、はい、仙台あの現地で取材してきたんですけど、はいはい、まあもうすごいとしかも言いようがないっていうか言いようがないよでもねものすごかったね。あこうね、最近 J リーグ結構点入るようになってて、うん、なんか1試合で4点全体でですよ、試合終わって4ゴール生まれる試合とか結構ありますけど、うん、ありますね。1人がやっぱ4点取るはなかなか見ることはできないと思うんですよ、うん、なかなかないです本当にその通りで。そうですね、はい、なかなかないね。以上 J2 でこれまで1試合で4得点決めた選手っていうのは、まあ、結構いるんですけど、うん、なんか2009年の乾選手とか、まあ、まあ2回取ってて、まあ、ただやっぱり2009年とちょっと2023年の J2 だと、うん、まあ、正直多分やっぱ、まあ、この時セレッソめちゃくちゃ強かったですけど、川選手、乾選手とか、うん、あの言いましたけど、やっぱちょっとね、うん、比べ物に ならないんじゃないかなっていうふうに思ってるので、うん、で、まあ、ちなみに戦力差がね、そうね、力が拮抗してる中での、ね、4ゴールなんでね、うん、そうですね、はい、うん、ちなみに藤本選手の、うん、まあ、1試合4得点の前に J2 で1試合で4得点取った選手が2021年にいるんですけど、うん、これも山形のビニシウス・アラウージョ選手なんですよ。いやそうか、はい、なるほどね、そうかそうかっていう、だからやっぱり、ね、2020年以降だと宇高選手が京都時代に1試合4得点でいるんですけど、それもそれは逆に相手が山形で NDA で3人連続で4得点っていう、あ、なんか よく分かんないデータなんですけど、なるほどね、はい、っていうのが生まれてるっていうのは、山形の試合で1人4ゴール4得点生まれる生まれやすい、山形では相手でもあるかもしれないって、ね、はい、でまあ、まあ、っていうのは置いておいて、まあ、本当に藤本選手、うん、本当すごかったんで、ちょっとあの試合後のコメントとかも、ね、ね、踏まえて、はい、あの後ほど。しかも相手が相手だったからね。いや、そうですね、はい、すごいです。で、はい、まあ、ちょっとチームから順番にいきますと、うん、まずは千葉ですね、はい、まあ、劇的勝利、うん、そしてやっぱ最初に PK がね、あった中で決められず、うん、はい、でそこからもう一回甲府がちょっと盛り返す中で、ね、甲府に先手を取られてっていう、うん、いやこれはすごくいい勝ち方だなとは思いました。いやー、本当だよね、うん、よくひっくり返すとこまでね、はい、行ったっていうね。そうですね、うん、はい、うん、素晴らしかった、まあ、ね、見事な、まあ、ルーキー2人がね、うん、こう得点を取るというすごくこう頼もしい2人だなというところですね、はい、はい、うん、まさに、はい、で続いて、はい、ベストゴールは、カルリーニョス選手の、1点目、清水の1点目のシーンですね、はいはい、宮本選手の縦パスが最高です、うん、その後にオセフン選手の落としから左足なんですけど、うん、まあ、あのコース、シュートスピード、うん、見事なんですけど、はい、やっぱあの縦パスが、うん、あの連携が素晴らしいなと思いました。そして、ね、確かに。はい。素晴らしかったです。はい。はい。で、続いてが、西武ですね。うん、はい。は、又吉選手を95分にしたんですけど、まあ、熊本がね、最後こう、まあ、ね、シュート数こそね、そこまでめちゃめちゃ多いって感じじゃなかったですけど、はい、ね、うん、熊本を救う神にね、田代選手がなりかけたんですか。いや、あれだって熊本の最大の決定機だったもんね。そうですね。はい。はい、だったんですが、まあ、ベルディの守護神もさすがの反応、うん。しかもね、こう、あそこでニヤニヤってこうガーって入ってくるって、スピード入って相当球足速いっていうとことね、あのね、こう。天候の部分はあったと思うので難しかったと思いますが、うん、ね、うん、こうしっかり、まあ、ちょっとこぼしましたけど本当当ててしっかり自分で取る、はいはい、さすが又吉選手っていうようなね、さすがでしたね、はい、プレーでした、はい、ビッグプレーでしたね、本当ね、そうですね、はい、はい、まあ、ただ田代選手のヘディング技術もめちゃめちゃすごいです、うん、すごいよね俺はセーブだけじゃないって感じだもんね、本当ね、まあ、なんかもう、はい、プレースタイル的にもういつか絶対取りそうです、取りそうだもんね。取れそうっすよね。雰囲気あるもんね。ありますよね。なんか取るかもしれないっていうね。そのうち得点あると思います。はい、ね、実際ね、天皇杯で PK 蹴ってましたから。もうカンポスじゃん、もう。ほとんどそれ。ほとんど。はい。ちょっと田代選手も、あっぱれなんですが、うん、はい。あっぱれでしたね。という両チームのこのキーパー対決と
というところにさせていただきました。はい。はい。はい。なるほど。では、はい。はい、試合じゃどんどん振り返っていきましょう。ちょっと今日は画面はこのスタイルで、はいはい、黄色のところっていう感じでどんどん推移していきます。はい。はい。はい、まずは町田からなんですけれども。はい。はい、まあ、我々あのね、あの水曜日大宮戦に向けた練習っていうのをちょっと見てきましたけども、はい、そうでしたね。いろんなね、こう練習して、はい、まあね、あまりお話しすることはできないですけども、さあ、そうだね、町田こういう、はい、こういう練習して、さあ、どうなるかなと思ったら2点を先行されて、うん、ただそっから、そうでしたね。なんと、そっからひっくり返しましたから。逆転するという、はい、まあ、すごいゲームだったと。すごかったですね。いうところですね。はい。はい、まあ、本当に、まあ、ちょっとね、この試合は、それこそね、あの、奥山選手がね、ちょっとサスペンションということで、右のサイドバック誰をね、使うのかなっていうのがね、一つポイントではあったと思うんですけど、まあ、稲葉選手がね、あの、先発してって形になりましたけど、まあ、あの、先にね、あの、セットプレーから、まあ、長野選手にね、ゴールが入って、先行され、その後ね、柴山選手、しっかりカウンターから2点目を取られて、そもそも 0-2 っていう展開自体がもうあちら今シーズンないもんね、そもそもね。うん、そもそも。そうですね。うん、で、しかもね、自分たちがボールを動かす時間が長いっていう展開で、まあ、かなり町田としては、あの、苦しい試合の流れになったんですけどね。まあ、そこから低い回数まで行ったっていう意味で、一つ、やっぱりあの、前半のうちに1点を返すことができたっていうのは一つ大きなポイントで、うん、まあ、それがね、まさにあの前線の黄金コンビの2人がね、のレンコンビネーションからまあ奪った1点っていう、まあ、あれがやっぱ後半に折り返してのまあ一つ勢いに乗せる一つのポイントだったかなと思ったんですけどね。まあ、その後、まあ、選手交代も絡めながらね、あのゴールに迫っていってっていう流れで、まあ、その中でやっぱり交代策でギアを上げられる強みみたいなのが少しやっぱり町田とね、大宮と比べるとやっぱそこのギアの入り方がね、やっぱり町田は一段強く、力強くやっぱギアを入れられて、まあ、特にやっぱ藤尾選手じゃないですかね、やっぱり。うん、どうでしたか、その藤尾選手。やっぱ藤尾選手、大きかったですよね、やっぱりね。いや、まあ、どうしてもやっぱ、デューク、エリキを、今、何かアクシデント的なこととか、デューク選手代表とかがない限り、はいはい。まあ、あの2人でやっぱ生まれるものっていうのは大きいですし、チームとして間違いなく大きな武器になっている以上、うんうん、フォワードの選手はもちろんそこに割って入るって気持ちずっと持ってトレーニングしてると思うんですけど、うんうん、やっぱその中でね、やっぱ結果を残すっていうのは本当に大事なことで、いや本当に、はい、うん、ちゃんと通り、うん、まあ、荒木選手はね、まあ、中盤もやったりしますけども、やっぱこう得点取れる選手が本当にたくさんいるなっていうゼルビアなので、うん、はい、はい、まあ、実際2点目のところはエリキ選手になってますけど、まあ、あれはもう ね、ちょっと、まあ、当たってっていうところで、うん、そうなんだよね。あれ当たって入っちゃうからね、エリキ選手もね、本当ね。はい、うん、あれはすごいんだけどね。うん、うん、まあ、やっぱ3点目のやっぱとどめのね、シュートがやっぱり、あの、一連の流れっていうかね、あそこの左サイドでキープして、で、どうすんのかなと思ったら、くるってね、内側に反転して、そのままね、落ち込んでいってって、あそこの部分で大宮の選手、ディフェンス3人は引っ張られたもんな、あそこでね。で、そこから中に入っていってっていう形を作って最後ね。まあ、あのシュートもなかなか難しかったと思うんだよね、あれもね。あの、折り返しのね、あのゴールもしっかり、あの、コース狙って決めてるんで、まあ、技術的にも素晴らしかったかなっていうね。まあ、ああいう選手がやっぱりサブにいるっていうところがやっぱり、町田の強さでもあると思うんだけど、まあ、チーム全体としてもね、やっぱり相手にこう守られる中でこう、どうやって崩して点を取るかっていうのは一つね、町田にとって大きな、後半戦に向けてのね、大きなポイントになってたと思うんだけど、まあ、この勝利は本当にチーム全体で自信になる勝利だったのかなっていう感じがしましたね。まあ、なので、ここ、2試合連続、まあ、栃木、水戸、うん、はい、まあ、あの、どちらかというとこう、ね、順位的には、まあ、下位の、ね、うん、チームを相手に、逆に水戸なんかはこう、町田に、まあ、持たせる展開にするっていうような、うん、はい、まあ、作戦をこう取ってきた、うん、まあ、栃木にもまあ先制されているっていう、ね、ところ で、 こうで、この試合実際大宮もまあやっぱ後ろを固めるっていうシステムというか戦い方をチョイスしてきたっていう、まあ、やっぱ町田に対してこうするよねっていうのがちょっとずつ見え始めた瞬間にこれを撃破するっていうのは本当に強いチームの証で、本当にね、これやろうって
やったらいけるってもうみんな思わなくなるじゃないですか、こう、うんうん、っていうこと繰り返されちゃうのか、そうそうそう、感じあるっていうね、っていうこともなんか本当全部を加味して町田強いの一言です、うん、はい、いや本当そうですね、はい、はい、なんで本当こうねちょっと後ろに重心をかけるっていう戦い方をしようとしてたチームもしかしたらかもしれないですけど、ちょっとこれからね改めるかもしれないですし、うん、やっぱ町田にとってもこういう戦い方をされた時に勝てるっていう自信が成功体験があるかないかって、うん、本当シーズン後半まだまだ長いんで、そういう意味でもここでね後半戦早々に打開できたっていうのはすごく大きないい勝利だったというふうに思います。はい、大きい勝ですね。そうですね。ゼロ2からひっくり返すんだ。なかなかできることじゃないですね。そういう感じですね。そうですね。はい。はい、まあ、一方で、うん、まあ、大宮は、ね、うん、はい、まあ、本当、なかなか勝てていないという状況がずっと続いている中で、うん、2-0 までいって、はい、うん、まあ、アウェーでも最悪町田っていうね相手に対したらまあドローでもとかっていうね風にちょっと思ったかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっとひっくり返されるとこまで行くのはね、こう選手にとってももうね見に行っていた、ね、ファンサポーターの方にとってもちょっとダメージの大きい一杯になってしまったかなというね。そうですね、はい、まあでもね本当前節の大敗を受けてね、やっぱりまあ後半前節のね後半からまあ3バックにして、で、まあ、この試合は町田っていうのもあったと思うんだけどね、しっかり5-4-1ってね、しっかり守備を受け止めて、うまく引っ掛けてカウンターからっていう流れでね、まあ、一つ2点目が取れたっていうのもあるし、まあ、ある程度そこまではね、狙い通りにいけたと思うんだけどね、やっぱ前半のうちにやっぱり1点差にされてしまったって一つね、まあ、大宮としてはちょっと後半の戦い方ちょっと少しね、難しくなる部分はあったと思うんだけどね。ただまあ、まあ、相手をね、町田苦しめたら間違いないし、まあ、この次節以降ね、この戦い継続するのかどうかまた分からないけれども、まあ、これまでの試合と比べればね、勝つチャンスに近づいたのはまあ確かだと思うから、勝ち点をね、拾うっていうところまではね、行ったので、まあ、ショックはあると思うんだけど、まあ、ポジティブにちょっとね、行った方がいいんじゃないかなっていう気はするけどね。うん、まあ本当に、まあ、これまでの、ね、戦い方もちょっと違うんだけど、はい、うんうん、まあこれなかなかないんでね、2点取って3点取られてってなかなかないので、まあ、これ相手が悪かったっていうふうに考えた方がいい、むしろいいのかなって気がするけどね、うん、まあ、むしろこうね、原崎監督になってまあこう保持しながらとか主導権握るとかっていうところに、うん、チャレンジしてる一方で、うん、まあ、堅守速攻型の、うん、まあ、攻守の中心を置いたところで、うん、カウンターから千葉選手取った、うん、で中野選手、まあ、セットプレー、まあ、あれだってちょっとデザインした形ですよね、うん、お外というか、うん、ファーサイドから、まあ、茂木選手が出てくるっていうところ、うん、まあ、まあこぼれ球っていう感じでしたけども、はい、うん、まあ、っていう点は取れているので、うん、まあ、もうそこをポジティブに捉えていくしかもうないのかなとは思いますけどね。いや、うん、まあ、しかもね、まあ、アウェーだったしね、まあ、もちろん勝ち点1、ね、最低でも取れてればね一番良かったんでしょうけどね、うん、まあでもそうやっていくしかないんじゃないかな、もうね、そうですね、うん、うん、だってこれがダメだからってじゃあ攻撃的にかかってなかなかそういうわけにはいかないんじゃない、もうやっぱりそうですよね、状況からしてもね、うん、やっぱ失点が続いていたし、だからこれをまあある程度継続しながら勝ちを拾っていくような方向に行った方がいいのかなって感じがしましたね。そうですね、はい、うん、はい、まあ、あとね、明日あるんで、ちょ、ここから冷静になってきますけども、まあ、ちょっと大宮はこれでリーグ戦だと6連敗になっていると。で、まあ、すべて2点以上食らっているっていうところなので、ちょっと得失点の部分も、ね、それこそ岩城の、ね、前節の5-1っていうのも、まあ、影響してる部分はあるんですけど、はい。まあ、まずはね、とにかく失点を減らしてね、うん、戦うことをやっぱり考えないと、そうですね、なかなかね、うん、勝ち点拾うのは難しくなってくるんでね。はい。はい。頑張ってほしいです。じゃあ、はい。はい、で続いても、はい、ね、3対2という、うん、はい、ゲームでしたが、まあ、ちょっと3対2の、ね、はい、模様としては、うん、まあ、次の1点を、はい、まあ、清水が取りましたけど、うん、まあ、長崎が取ってても、まあ、おかしくはなかったっていうようなね、はい、うん、そういうゲームだったかなとは思いますが。これも壮絶でしたね。まあ、これ本当、前半はね、
まあ、清水の流れで、このまま後半も行くかなと思いきや、この長崎の反発力が素晴らしかったですね、やっぱりね。うん。今やっぱりこのポジションに順位つけている理由がよくわかるような戦いぶりで、完全にやっぱり明らかに強度も上がったし、まあ、もちろんね、2点を追わなきゃいけないっていう状況もあったと思うけど、それでもね、あそこでやっぱりギア入れてしっかり2点取り切って追いつくっていうところまでね、行くのがやっぱり今の長崎のチーム力をよく表してるんじゃないかなと思うんですけどね。だそっからあとやっぱり決勝点ね、本当ミシー言った通りどっちに転んでもっていう展開で、やっぱ最後清水が取り切ったっていうあたりがね、まあこれは本当にあの、まあ日本代打で下がっているっていうね、やっぱりあのオレンジのね、サポーターの後押しがあってこそっていうのはね、間違いないと思うんですけど、まあしかもね、うん、最後、まあ形としてもね、あの、完全、綺麗ってわけじゃなかったかもしれないけど、まあそれでもやっぱチーム全体のね、とにかく勝ち切るんだって思いが乗ったようなゴールだったかなっていうね。うん、まあ、最後はそこの勝ちへの執念みたいなものが少し清水が上回ったかなっていう試合でしたかね。そういう感じがしましたね。うん。うん、はい。うん、This is football. 来た。いや、本当だよ。本当だ。本当 This is football ですよ。本当にね。はい。これはだって最高の勝利でしょ、ある意味。エンターテイメントとしては最高でしょ、ある意味ね。いや、まあ、もちろんね、町田ももちろんね、はい、0-2 から3点取っていっても素晴らしいエンターテイメントとしては素晴らしいんだと思うけど、勝ったチームから見るとね。うん。でもこの試合も素晴らしかったですね、本当に、ね。そうですね。うん。最後というか、もうアディショナルタイムぐらいっていうか、まあ、まあ、清水が結構終盤にこう攻め立てるみたいなシーンは、うん、まあ、いくつかあって、あの北爪選手がもう左サイドで、うん、まあ、ちょっと抜け出して、はいはい、まあ、角度難しいところでしたけど、うん、まあ、サイドネットだったかな、はい、シーンとかは、うん、あって、もう応援のボルテージとかがもうめちゃめちゃ、このグリコのチャットとかがすごい応援で、すごかったもんね、やっぱね、あれがなんかこう、うん、ね、北川選手の決勝点のところになんかやっぱね、つながってるっていうふうになんか思っちゃう、ね、いや思っちゃうよね、やっぱりね、うん、なんかね、本当に、はい、この日本平じゃなかったら起きないだろうなっていう感じのやっぱゴールだったよね。そうですね。はい。うん、乗り移ったようなね、うん、みんなの思いがね。そうですね。感じがしますね。まあ、最後前取り決めましたけど、後ろもね、うん、まあ、3バックにして、うん、もうホナウド選手のもう、うん、カバー範のもう広さが、はい。後ろもやっぱもう一点はやれないってやっぱ気持ちがあったと思うんで、うん、やっぱそこの後ろの奮闘っていうところも、まあ2失点はねしてしまいましたけども、まあなんとか粘って粘ってっていうところも最後の1点につながったのかなっていうふうには、うん、そうでしたね、はい、まあ、まあね、ちょっとうまい酒が飲めたんでしょうね、きっと皆さん ね、 ね、この試合はね、ファンの方は、そうですね、はい、感じがしましたね、はい、はい、で、まあ、あとね、さっきあの藤本選手の1試合4得点っていうのもちょっとなかなかっていうのありましたけど、はいはいはい、うん、ハーフタイムに4人変えるもあんま見たことないなっていう、見たことないよね。いやでもあれはでも見事にね、あれがうまくね流れをね作った要因の一つだったし、うん、まあ、特にね澤田選手は聞いてたしね、長崎からですね、あ、まあ見事な反発力をね見せた試合でしたけどね、うん、まあだから本当に攻めて勝ち点1は持ち帰りたかったなっていうね感じだとは思うんですけどね、まあ、それに値するような後半のね戦いぶりはね長崎としてはできたのかなって気がしますけど、うんうん、まあ、最後はちょっとね清水の執念にやられてしまったっていう感じですかね、うん、まあね、なんかあの交代カード5人っていうのはありますけど、うん、まあ前半から4人変えるっていうのは、まあ、ある種誤算だったっていう部分も、うん、まあ、正直あると思うの で、 そうです、ね、ね、うん、先発で使った選手が、ね、やっぱこう機能しなかったからこそっていう部分はあるので、はいはい、まあ、そこは、ね、うん、改善ポイントというか次戦以降のメンバー構成も含めてちょっとどうなるのかなっていうふうにはちょっと思いますけど、はい、まあ、ただやっぱ途中から出た選手、まあ、澤田選手一等に良かったなというふうには、うん、思うので、そうですね、まあ、長崎も、ね、やっぱ、うん、そうそう簡単にはやられないチームだぞ。やられない。はい、やっぱね、そういう、ね、先手取ったらやっぱ強いですし、そうですね、大量得点も取れるし、
まあ、こういうゲームでやっぱ追いつけるぐらいの力はあるっていう、うん、なんかそういうのは見せたゲームだったかなとは思いました。そうですね、うん、またちょっとブラジル人同士のバトルも すごかったからね。そうですね。お互いにねやっぱり負けないっていう負けたぐらいっていう気持ちがね、うん、やっぱ全面に出てたなっていう感じでしたね。そうですね、はい、はいはい、まあ、非常にまあ見応えのある、ね、うん、まあ、得点もたくさん入ったエキサイティングな、ね、はい、ゲームだったという感じですかね。はい、はいはい、まあ、清水って本当に大きい一勝ですね、これはね。そうですね。ちょっとね、なかなかちょっと勝ちきれない試合もあったんでね、こう数試合もね。で、まあ、ちょっと触れてなかったですけど、あの先週の水曜日に2試合、うん、あの未消化分のゲームがあって、そうですね、まあ、秋田に敗れているんですよね、うん、清水がホームで。はいはいはい、もう 1-0 で、まあ、もう秋田一体で、うん、あの、はい、ね、逃げ切られてしまった、最後攻めて。で攻めてって感じでしたけど、まさに秋田一体でしたね、本当にね。と、はい、いうゲームがあった中で、まあ、日程的にはね、まあ、ジュビロもね、うん、まあ、全チームそうなんですけども、はい、うん、まあ、そういったところで、はいはい、この反発力というか、褒め勝つぞっていうところを見せたゲームだったと、はいはいはい、そうですね、はい、よかったじゃないですか ね、これでまたね、はいはい、来るんじゃないですか、また勢いが。で続いて、はい、はい、千葉、はい、甲府です。まあ、これも、なんか劇的なね、はい、勝ち方みたいな。劇的でしたね。これはもうね、ミッシーをベストチームに押してるんで、ミッシーがこれは解説してくれたらいいんじゃないですか、これはまさに。いや、本当にそうだと思いました。いや、だけどやっぱサッカーって、だからまあ野球とか、まあ何のスポーツにしてもそうなんですけど、うん、流れとかってなんか、なんとなく、やっぱもう絶対あるじゃないですか。あるんだよ。説明できないんですけど。ね、これ説明できないけど。できないですけど。どんなスポーツでもあるもんね、ボールゲームね。そうですね、うんうん、で本当にこれが難しくしたり面白くしたりっていうのがあるんですけど、うん、それでとその流れを逃しつつあったところをもう一回手繰り寄せるってやっぱすごい労力を使うことというか、いや本当に、うん、やっぱそれこそこう反発力がすごく必要に、ね、こうなるよ、ね、うん、ですけども、まあ、ジェフに関して言うと、まあ、先ほども触れた通りで、はい、まあ、PK をまあ、前半のチャンスで決めきれず、うん、でその後失点してし、宮崎選手のゴールですね、うんうん、でその後まあ小森選手のゴールで追いついたけど、またもう一段階こう行くっていうところって、うん、すごく大変だと思うんですけれども、どうした、ね、この若手ね、すごいですね、うん、新明選手、ね、最近ねちょっと出始めてきてますけど、うん、そうですね、ようやく初ゴール、しかもあそこもね甲府の選手がもう3人ぐらいブロック行くようなところを、あの切り返しで、ね、うん、こう名手川田選手のねこう横を抜くっていう、はい、あのミドルシュートというか、うん、まあ、最後のシュート見事でしたし、まあ、小森選手もね、あ、そうだ、左からのところの人数のかけ方がジェフはすごいんですけど、サイドのところの、はい、あそこもね左足でよく吹かさずにあの天井打ち抜くっていうね、いや本当にね、まあその両ゴールも見事だったなという、うん、はい、まあ、感じでしたね。特に俺個人的に印象に強くやっぱ残ってるのは、それこそ決勝点のね、清水選手の決勝点を導くその前の段階のあのカウンターエラスの時に、はい、うん、キャプテンの鈴木選手が猛然と追いかけるんだよね。ゴール前にいたけど、やべカウンターだって言って、ものすごい勢いでゴール前から戻ってきて、それでボール奪い取るんだよね。それで三木選手が、まあ三木選手だから前と後ろでこう挟み込むような形にしてボール奪い取って、そっから三木選手のね、アシストで新明選手がね、ゴールを決めるって形だったんで、やっぱ彼の、やっぱキャプテンのね、その勝ちに対するこだわりみたいなのがあのワンプレーに出てたかなっていうね、それがあの決勝点の伏線になってたのかなっていう感じはしましたね、やっぱね。うん。まあ、ジェフのね、チャンスだったわけじゃないですか、うん、コーナーキック。うん、うん、そうだったよね、うん。で、あれをね、終了間際のところでもう一回フルパワーでね、うん、あの戻るって、やっぱこれこのネガトラは相当、ね、うん、こうしんどい部分あったと思うんですけど、それこそ鈴木選手の魂というか、1点目ね、ちょっとやっぱこう守備陣としてはもったいないっていう、ね、気持ちも、ね、あったじゃないかなっていうふうにはちょっと察しますけども、そういうところを含めてこう魂のこうボール出しからの最後のこのシュートつながったっていう、あの一連のプレーは見事でしたね。見事だったね。はい、まあ、甲府的にはちょっとね、してやられた感じがちょっとね、最後ね、ありましたね。そうですね、試合のトータルのスタッツで言うと、千葉がシュートが21本。
打っていたと、まあ、枠内が6、はい、まあ、甲府は8本で、まあ、枠内が2位だったと、うん、まあ、甲府に関して言うと、ね、水曜日にゲームをやっていてジュビロと、はい、引き分けだったので、まあ、ちょっとメンバーをこうスタメンで言うと、うん、まあ、宇高選手、ね、ベンチスタートっていうのは、はい、まあ、今季初めて、うん、初めでしたし、そうですね、うん、はい、でもあのゴールもね、飯島選手がね、先発して、飯島選手が絡んでたからね、あのゴールもね。うん、そうですね、うん。はい。まあだから、甲府としてはね、前半、あの、前半ね、かなりやっぱ千葉の流れだったと思うし、まあそこをね、あの、もちろん PK ストップもあったけど、まあそこを、俺、ね、あの、一つしのいだっていうところはちょっとあったんだけど、ちょっとやっぱその、ね、あの小森選手に決められた場面に関しては、ちょっとポケットをね、うまく使われて、かなりあのチャンスを作られるってシーンがちょっとあったのも、やっぱそこは、あの少しやっぱメンバー変更の影響も少しあったのかなっていう感じ、まあ、それがだからきっとね、後半の、あの布陣変更に多分つながった部分あるんだと思うんだけどね、まあ、ちょっとでもそこもうまく修正して、まあ、宮崎選手はね、先に点を取ったっていうところまでは良かったんだけどね、そこから先の一押しがなかなかちょっと。難しかったって感じですかね。うん、まあ、確かにコンディション的なね、判定がちょっと、ね、あったっていうのはね、あの、まあ、あったら確かなんでね、まあ、そこはちょっと難しかったかなって感じはしましたけどね。うん。甲府に関してって、これからね、まだね、来週また天皇杯やったりとか、うん、ACL 入ってきてっていう、はい、こういうちょっと編成を変えるっていう、うん、あの、宇高先生をね、ベンチからとか、まあ、そういうパターンは、これから後半戦絶対にあるので、うん、まあ、そこの総合力をやっぱ高めていくっていうところをね、そうだね、最後には間違いなく取り組んでいくとは、まあ、思うんですけど、うん、まあ、ちょっと悔しい負けになってしまったと。そうでしたね。いう感じですかね。まあ、せめて勝ち点1は持ち帰りだったっていうのはね、もちろんね、本音だと思うんだけどね。そうですね。はい。はい。はい、あとあの千葉なんかゴール入んなかったですけど、後半にあの日高選手が左サイドからワンツー3回ぐらいやって、あれすごいシュートありましたね。あれ決まったよね。ダブルワンツーだったもんね。そうですよね。うん、あれ決まったら、あれなかなか見ないね。そうですね。70分ぐらいとかそんぐらいだったかな。ちょっと不安ですけど、はい、最後右足だったんだっけ。右足でしたね、あれ確か。はい、あれね、まあ確かに左利きだから左から入ることになっちゃうんだよね。まあ、シュートは必然的に右になるんだけどね。うんうん。うん。まあでも右でもね、決める力持ってるんだね、日高選手はね。そうですね。うん。まああれも見せ場でしたね、結構、ね。そうですね。はい。はい。はい。いいですね。ということで、じゃあ次の試合、はい、はい、じゃあ行きましょう。はい。はい。はい、続いて、栃木ですね。はい。はい。まあ、今回、サムネを宮崎選手に、はい、はい、しましたけれども。はい。まあ、宮崎選手の決勝点で5試合ぶりの勝利、はいはい、そして、栃木は今季まだアウェーで勝てていなかったと、うん、勝ってなかったんだよねいうことで、アウェーで初勝利、待望のね、そうですね、勝利でしたね、まあ、確かにあのなかなかね、あの勝てる試合がこう追いつかれて引き分けてしまったりとかね、まあ町田戦なんかもそうだけど、ただ内容的にずっとね、個数試合決して悪い内容の試合じゃなかったし、まあ、いずれ勝ちがついてくるんじゃないかなっていう中で、この試合がね、まあ、迎えてっていう形で、しかも今ね、乗りに乗ってるこの宮崎選手がね、あの先制ゴール、まあ、結果的に決勝ゴールになったけど、まあ、あれなんかも本当に栃木が狙ってるね、まあ、長いボールを入れて、まあ、それを宮崎選手を起点にして、でそこにしっかりあの小堀選手のサポートに入って、で小堀選手もあのアシストの場面なんかは本当あれ、あの縦に抜いて自分がシュートを打つぞっていうのを見せたんで、相手のディフェンダーが引っ張られて、ちょっとしたあのモーションだったけど、周りでディフェンダーを移って、あの折り返しのコースを作って、宮崎選手がそのままね流し込むって形は作れたんで、まあ、本当に2人の、まあ、コンビネーションが、まあ、生み出したゴールかなっていうね、まあ、チームとしては、まあ、あれは本当に理想の形の多分点の一つだったと思うんだけど、まあ、それで先制して、栃木としてはまたね、あの、まあ、いい展開で試合を進めることができたんだけど、多分やっぱり一番大きなこのゼロで抑えたっていうね、まあ、栃木は先行しながら追いつかれたっていうシーンがちょっとあったので、まあ、確かに後半ね、あの金沢もあの選手交代を交えながら、まあ、選手が決定的なチャンスを迎えたりとかっていうのは、かなりシュートも打たれてはいたんだけど、
まあペナルティーの中に人がたくさんいてブロックでまあコースがほとんどね、ヤントさんはね、落ち着いて狙えばシュートは点が入ったんじゃないかっていうね話をしてた。確かにそういう面もあるんだと思うけど、ただそれ以上にコースあったかなっていうぐらい栃木選手がまあシュートブロックに入って、ゴールを割らせないっていうね、まあ、そういう守備ができたので、まあ、カナダが1点遠かったのもちょっとやむなしかなっていうぐらい、まあ、栃木が集中して、まあ、最後守り切ったっていう試合にできましたね、そこはね。林選手が、まあ、途中からこう入ってきて、うん、まあ、この抜け出しとか切り返しのところで、ね、はい、こう切り返して左足っていうシーンが一、ね、個ありましたけど、あれも、ね、はい、川田選手、まあまあ、正面というかコース的にはまあ自分の体格だったかもしれないですが、うん、あそこもね、ゴール本当ギリギリのところでしたけど、はい、あそこはよく、ね、弾き出したなっていうような、はい、うん、シーンでしたし、まあ、前半はこう栃木がね本当主導権、まあ、先制点も取れてますし、まあ、もう 2,3 個ぐらいね得点が入っててもおかしくないようなシーンは、うんうん、あったかなというふうに、まあ、よかったっていうね、うん、そうですね、うん、思いましたけれども、うん、はい、うん、まあもちろんね2点目取れればねそれは言うことなかったと思うんだけどね。ただまあでもね 1-0 でこの勝ち切ったっていうのは本当に栃木にとって大きい一勝になったななったんじゃないかなと思うんでね、続けていってほしいですね。そうですね、はい、うん、まあ、ようやくそうだね、はい、うん、金沢の選手たちもでも前半やっぱりその、まあ、特に前半だと思うんだけど、まあ、試合通じてもやっぱり切り替えとか玉際のところでやっぱり栃木さんに割られてしまったっていうことはね選手たちも話してたんでね、やっぱそこが一つやっぱりね、ちょっと北条さんの電波があれですか、うん、あ、よくないあれよくないあれこれ今、これなんか僕だけでした。なんかちょっと、うん、もう一度お話しいただいた方がいいかな。あれ俺の話聞けなかった。ごめん。あれそう、ごめんごめん。ちょっとわかんないんで、コメント欄の方ちょっと。うん、今なんかちょっと止まってたというか。止まってた内容わかりました。今の金沢のことについて。うん、ちょっと 700人ぐらいの方ほんのりスロー、うん、あ、スローになっちゃってる。 なんかこうね、回線のなんか波がちょっとある、ね、あれそうなんだ、なんでだろう、はい、本当わかんないわ、ネットどうですか、なんか最近他方は大丈夫ですか。うん、大丈夫大丈夫、今は大丈夫ですけどね。ちょいと止まってたか。うん。あ、本当。はい。なんでだろう。ごめんごめん。はい。ちょっと今の金沢のちょっと、うん、あ、金沢は話だけちょっともう一度、うん、はい。選手がその試合終わった後に、そやっぱ球際とか切り替えのところで、やっぱ栃木の選手に奪われてしまったみたいな話をしてたので、まあ特に前半、まあ、試合通じても、まあちょっとそこでやられたなっていうような話はしてましたっていう、うん、はい。はい、ことです。はい。金沢は、あ、はい、はい、大丈夫です。はい、はい、大丈夫です。よかったです。はい。はい。いや、なので、まあ、ね、まだまだ、リーグ戦ありますけど、こう、残留争いっていうとこう、うん、踏まえてみても、うん、これで、栃木が3ポイント重ねたことで、まあ、金沢もこれ抜いたんですよね、これで25ポイント。そうですね。そうですね。うん。うん、まあ、そういう意味でも、うん、この勝利は非常に大きいんじゃないかなというところですね。大きいですね。うん、まあ、栃木はだからその、ね、内容がどんどん良くなってきている中でしっかり結果がこう勝ち点3入ってきたっていうのがねやっぱ一つ大きいので、しかもねアウェーで勝てたっていうのもねあるので、これで弾みはつくのは間違いないんじゃないかなって感じですね、うんうん、そうですね、はい、はい、じゃあ続いて、はい、はい、ジュビロですね、はい、はい、まあ、ジュビロもね、日程的なところで言うと、うん、まあ、4チームはちょっとね、はい、今週末は、うん、まあ、難しい部分もあったかもしれませんが、ね、そうですね、はい、ただ逆にジュビロは水曜日にねターンオーバーをしてっていう形を取ったので、うん、まあ、この試合はね、これまでのメンバーがメインで試合に臨んだって形になりましたよね。そうですね、でこの試合、はい、まあ、先にジュビロとしては先行される形にはなってしまっただけど、
まあ、ただ試合全体をね通じてどちらがあのペースを握ったかというと岩田の方だったかなっていう試合だったので、まあできれば勝ち点3が欲しかったなっていうのは正直なところじゃないかなっていう気がしますけどね、岩田とするとね、岩田サイドから言うと、うん、うん、っていう感じがしましたけど、ただまあこれお互いにこの試合でやっぱポイントになったのは多分サイドの攻防かなっていう感じで、まあ大分側もそこは織り込み済みだったと思うんだけど、やっぱ岩田は攻撃になった時にね、両サイドバックがかなり高い位置を取るので、まあそこの高い位置を取る相手に対してその背後を突くっていうのはね、まあまさに大分の先制点がその形だと思うけど、まあそのサイドの攻防で一つ、失点にした、つながってしまったっていうのがあったと思うんだけど、まあその後ね、しっかり追いついて、で、その後もね、チャンスは作ってたので、ただ、まあ横地監督が言ってたのはやっぱり、ちょっとここっていうタイミングでのちょっとイージーミスみたいなのがちょっと続いたので、まあなかなか決定機をさらに増やすっていうところまでいかなかったみたいな話はしてたけどね、うん、まあでもそこはやっぱり相手もね、大分はやっぱりで負けられないっていう試合でもあると思うし、まあそこはなかなか崩せなかったっていう感じだと思うんだけど、まあただね、岩田側からするとね、やっぱりこう勝ち点差を詰める大きなチャンスでもあるんでね、この大分戦っていうのはね、まあそこで勝ち点差が取れればっていう感じだと思うんだけど、一押しがちょっと足りなかったかなっていう試合になっちゃったかなって感じですね、うん、まあね、本当先ほどベストイレブンでもね、うん、大分と、はい、まあこうジュビロの選手はこうねちょっと名前もよく出る、うん、でそれぐらいいい、はいはい、コンディションに、まあ大分ちょっとやっぱ怪我人とかいますけど、うん、まあ、いい成績を残してきている上り調子両チームの対戦だったんで、うん、まあ、すごくね楽しみしていた、まあこうリーグテーブル全体見てもすごく楽しみな、ね、一戦ではあったんですけども、いや本当に、うん、うん、まあだからお互いねやっぱり負けられないし力もあるチーム同士の対戦だからなかなかね勝つのは確かに難しいのは事実だと思うんだけど、はい、うん、ただやっぱり岩田はやっぱ自力はあるよなっていうのは、この試合でも、それはね、うん、下平監督も認めてたと思うけど、うん、岩田としてやっぱホームでも戦ってたし、まあもう一度勝ち越しゴールが欲しかったっていうところだと思うんだよね。うんうん、そうですね。はい。はい、ただまあ鈴木選手のゴールなんかでも見事だったけどね、あそこもしっかりね、ポケット、味方が使ったポケット、あとね、ワンツーで出ていって、鈴木選手は見事なゴール決めたけど、まあああいう、形がねもっと作れたらなっていう感じだったかもしれないですね。そうですね、まあ、両ゴールともにな、うん、本当素晴らしくて、ね、うん、松尾選手の、うん、初ゴールですかね、はい、うん、まあ、ちょっと三浦選手がこう、ね、こう高くなったところのカバーリングっていうところで、ね、まあ、ちょっとあそこ判断は、ね、うん、難しかったかなっていうふうには思いますけど、うん、まあ、角度からしっかり右足でこう沈めるっていう、ね、技術の高さ、うん、はい、特にねちょっと今サイドのところっていうのも、うん、まあ、間違いなく手薄なので、ね、ここ最近ずっと松尾選手スタメンで出てますけども、うんうん、いやでもあれも、ね、でもねもちろん皆さん出てたってのあるけど、まあ、あれ決めきるのは難しいからね、あれはそうですよね、しっかりね、うんうん、松尾選手決めきったっていうのは大分にとっては一つ大きいことかなっていう感じですよね。そうですね、うん、うん、まあかなりレベルの高い試合だと思うけどね、うん、そうですね、うん、はいはい、一方で伊佐選手が戻ってきたりとか、はい、野武選手 出番なかったですけど、うん、ね、またベンチ戻ってきてたので、ね、ね、少しずつは戻ってきているのかなというところですかね、いるかなって感じですね、うんうん、まあね後半戦に向けてね早いタイミングで、ね、選手が戻ってきてくれるとねさらにこうパワーが上がっていくんでね、うんうん、まあでもそれでも今こうやってね戦いながらこう勝ち点を重ね、まあ、今回はね勝ちきれなかったとはいえ勝ち点はしっかり積んでるんで、そこはやっぱりすごいなと思うんですね、大分はね。いやだけど本当中川選手は、うん、まあ、もう試合をなんか重ねるごとにこの、うん、ね、まあ、最前線のこのね、うん、まあ、最前線ではあるんですけど、こう本当ポジション取りが、うん、はい、まあもう本当気の利くところに全部現れますみたいな、はい、ことをやってくれるんで、至るところに現れますよね。そうですね。本当に。神出鬼没ってこういうことかみたいな、ね。そうですね。はい。はい、本当にそういう、うん、ね、なんか潤滑油的なね、本当、はい、プレーが本当上手だなっていうか、うまいなっていう。完全に欠かせない選手だからね、もうね。そうですね。はい。はい、もうこの中川、野村の2人はちょっとね、うん、もうね、はい、岩田の
大分の心臓と言って間違いないね。そうですね。はい。はい。という感じだね。そうですね。はい。まあ、あとね、後藤選手途中から入ってきましたけど、ね、ジャミー選手をちょっと残しながらみたいなパターンもね、あったんで、ジュビロは。まあそうだね。うん。まあ、ジャーメン選手は、フォワード入ってくるときに、ちょっと一つポジションを落としてね、起点になるような仕事は、これまでもね、してきたんで、まあ、あの流れは多分ね、これからも継続してくるかなと思って、ね。そうですね。はい。うん。はい。なんかね、後藤選手、海外のね、なんか近くクラブの注目みたいな、なんかニュースが、まあ、まあ、この夏はないでしょうけど、ね、まあ、それぐらいのね、スケールのこう選手なんでね、はい。いやー、そうだよね。あのサイズ、ね、あの得点力とね、あのメンタルを持ってるので、そうですね、はい。はい。楽しみですよね。日本ね、代表する選手に、ね、はい、なってほしいなと思いますけども。はい。はい。うん、はい、じゃあ続いて、はい。はい、藤田、はい、レノファの一戦は、レタイ引き分け、はい、ということに、はい、はい、なりました、はい。はい。この試合ね、お互いね、ボールを持って攻めたい攻撃がチーム同士の対決なんだけど、なかなかその、お互いの持ち味を、こう、互いにね、消し合うような、結果的に展開にはなったかなっていうね、まあ、それでスコアが 0-0 っていう感じで、まあ、この両チームでね、0-0 っていう試合なかなかないようなね、感じではあったと思うんだけど、うん、まあ、お互いにその守備の部分のその強度が高くて、なかなか互いのその持ち味のその攻撃の部分で、なかなかその最後一歩崩すっていうところまでいかなかったっていうような試合だったかなと思うんですね、ここはね。はい、で、藤枝からすると、やっぱりその、まあ、山口がね、もちろん、エサイダ監督になったってもちろんあるんだけど、ちょっと多分想定以上に、ちょっと、あ、こんな来るかって感じだったんじゃないかなと思ってね。うん、前線から、まあ、ほぼマンツーマンに近い形でハイプレス来たんで、まあ、まあ、J1 ではね、結構マンツーマンのハイプレスをやるチームはまあまああるけど、J2 ではね、そこまでガチでマンツーマンで前からはめてくるチームってそこまでないので、まあ、若干ちょっとそこは、藤枝としてはちょっと戸惑ったところはあったのかなっていうね。まあそこがうまく剥がして中盤ぐらいまではいけてたんだけど、結構やっぱり、山口は本当にチーム全体の守備の強度が上がってるので、まあ前やっぱり外されても中盤でうまく引っ掛けてっていう形ができてたんで、まあお互いにその奪った後、相手の強度の高い守備をどうかいぐるかっていうところでなかなかアタッキングゾーンまでうまく進めないっていう攻防がずっと続いたかなっていう感じの試合でしたね。うん、でやっぱすごく、うん、まあ、驚きだったのが、うん、高橋選手を、はい、まあ、前で使うという、あ、はいはい、まあ、前選手の、はい、まあ、上のところ、まあ、ウイングバックとか、はいはいはい、フォワード登録なのかちょっと分かんないですけど、はいはい、まあね、これまでずっと右サイドバックで、ね、うん、こう出ていた高橋ねる選手、はい、まあ、こうやっぱ彼のね、こう対、うん、ね、守備のところの良さとか、うん、ね、こう上下動の推進力みたいなね、うん、ところをちょっと生かすためなのかはちょっとわからないですけど、まあ、右のフォワード的なポジションでちょっとこう使うという、うん、ね、これでもね、結構ヨーロッパ、まあ、特にオランダとかはそうなんだけど、結構サイドバックの選手をウィングで使うケース結構多いんだよね、うん、やっぱりアウトサイドの選手って認識なんで、まあ、まあ、守備力が高い選手が、まあ、攻撃力が高い選手はまあ前に使われるケースが多いけど、まあ、ウイングの選手がサスペンションとかになった時とかは、結構そのサイドバックの選手を高い位置で使うみたいなケースはやっぱあるんだよね。だその SI でもその感覚だったんじゃないかな、多分ね。うん。まあ、サイドバックの選手を前で使うと、やっぱ守備の時のね、ハードワークが効くし、まあ、スプリントも、もともとね、サイドバックの選手は攻撃になったらね、前線まで駆け上がってスプリント力あるんで、まあ、そこのサイドか、サイド縦にね、並んでるような感じになると、それはそれで相手はたまったもんじゃないんでね、守備にも、攻撃にもね、うん、味方が、二人サイドバック相手にしなきゃいけないかみたいな状況になるしっていうね、うん、っていうのはまあ、一つあったのかなって。ただね、あんまりね、こういうケースは日本ではね、あんまり、なかなか、うん、ないケースではあるので、まあそこは、監督さんの色がやっぱ出る感じはあったよね、そこはね。まあね、これまでの夏香さんの体制だったらもしかしたら、うん、まあそうだね、見れなかったような、そう、ね、そのむしろね、うん、夏香監督の時は逆に右サイドバック、ね、高木大輔選手みたいなね、うん、ああそうだね、そうだね、逆にね、そういう超攻撃的みたいなパターンもありましたけど、こういうパターンでもはめに行くみたいなところは、うん、まあ一つね、ちょっと日本では、うん、というかなかなか多分見ないような、ね、パターンだったかもしれないですけどね、うん、はい、うん、まあかなりだからそのね、まあ
スローガンとかしてたのかな、あのかなりね、あのウィングバックの選手ガチで捕まえられきてたんで、なかなかそういう相手もね、普通3バックの、まあ4バックのチーム多いから、あのウィングバックガチハメ来るってなかなかないんで、あのね、あの藤枝はある種ウィングバックの2人はあの浮いた位置でボールを受けやすいストロングポイントにはなってたんだけど、なかなかそこをねさせてもらえなかったっていうのは一つあるし、まあだからサイドの攻防はある意味だ、そういう意味で面白かったよね、うんうん、お互いのね、はい、やり合いというか、うん、そこはチームのお互いこう狙いとするようなところがあの重なってる部分もちょっとあるんだと思うんで、はい、まあそういう意味でお互いね一歩も引かずっていう展開になったかなっていう感じでしたね。まあ、そういう意味では逆に点は入ってないんだけど見応えは十分あったっていう試合でもあったかなっていう気がしますけどね、うん、なんかもうそれをね、まあ、もちろんそこを打破していくためにどうしていくかっていうところが、ね、うんうん、なるんですけれども、うん、まあ、それぞれのこう色というかチームスタイルは出した上で、まあ0対0だったっていう、そうだね、そうだね、ある種この両チームのもっともっと上に行ける要素でもあると、うん、はい、っていう感じ、まあ、特にね山口はね、あのどう変わっていくんだろうっていうのはこの先から先ね後半戦当たっていくチームもすごく気にはなってる部分だと思うし、はい、でもすごく山口はでも後半戦ちょっと楽しみだなっていうのが感じられる試合でもあったかなと思いますけどね、そこは。それで3試合連続完封中ということで、あれだけねリスクを負ってハイプレスいってるチームなのにね、失点がゼロで抑えられてるっていうのは逆にそのうまく守備の方がうまく機能してるってことだと思うし、うん、まあ、これが、まあ、本来でもハイプレスやるっていうのはむしろあの守備っていうよりも狙いとしては攻撃の方にあるんでね、うまくそのより高い位置でボール奪ってあの攻撃につなげたいって意図があるんで、まあ、これがだからこう得点に乗っかってくるとね、これすごいいい循環になっていくと思うんで、まあ、その、まあ、あの形がね、うん、この試合ではちょっとなかなか得点までいかなかったけど、まあ、次節以降そういう期待されるような場面っていうのが増えてくるんじゃないかなっていうのはちょっと感じてくるような試合になったかなって気がしますね。うん、そうですね。うん。はい。楽しみですね、だからね。そうですね。はい。特に荒木選手よかったなぁ。やっぱりね、あそこアンカーがね、やっぱりこう。うん。神垣選手ですね。神垣選手ね。はい。神垣選手がやっぱそこのチラシの部分もそうだし、守備の強度も高い強度ね、維持しながらあそこでプレーしてくれてるんで、まあ、かなりだからその分こう他の中盤の選手たちがね高い位置取ったりってことができてるので、まあ、すごくこの後の季節以降もね注目したい選手かなと思うんですけどね、うん、そうですね、うん、はい、はいはい、ただ僕がベストイレブンに選びました、うん、関選手はちょっとまだベンチにいなかったので、ちょっとこれはどうなるか、まあね、ね、誰が出ても寺門選手もちょっと素晴らしいキーパーなんですけど、うん、ちょっとここがね、はい、定まると、そうだね、ね、っていう気はしますけどね、うん、レノファーね。まあ、はい、監督さんのね、あの好みとかもいろいろあるんで、ね、まあそうですね、うん、はい。ちょっと分かんないけどね。うん、まあでもまだ競争、フェアな競争はしていくはずなんで、別にね。ですかね、うん。うん。とは思うけどね。はい。うん、はい。気にはなるけど。はい。はい。はい、じゃ続いて、はい。はい、岡山ですね、はい、岡山はこれは4試合ぶりの勝利でしたかね。4試合ぶりだね、はい、そうだよね。最後勝ってたのが、徳島、6月の頭に徳島に 2-0 っていう、うん、はい、そこから3戦勝ちなしだったっていう、うん、はい、そうですね、なかなかね勝ちきれなかったんでね。そうですね、うん、はい、まあでもこの田部選手をね使って見事ねゴールを取ってくれたって意味ではね、すごく前半だからすごく良かったよね、この試合はね、あの岡山としては、うんうん、前半だから自分たちの時間を作れた中で点が取り切れたっていうのがね、一つあのこの試合で勝ち切った要因の大きなね理由だと思うんだけど、うん、ただ後半もう少し本当はね、よく言えば多分後半前半のようにね戦い方ができればっていうのが多分本音としてあるんだと思うし、あのその辺は木山監督もねちょっと触れてはいたと思うんだけど、まあ、ちょっと前半のようにね、まあもちろんあの、水戸としては、ね、負けてるから、当然相手の反撃っていうのは当然後半は想定はしてるとは思うんだけど、まあその中で前半のように勇気を持ってね、ボールを受けて、あの、ボールを動かしながら2点目を狙うっていう形がもう少し作れたらっていうのが多分、あの、木山監督の、あの、本音ではあると思うんだけど、ただ、何にしてもね、今結果が欲しいわけだから、今ね、そういう意味では、しっかりそのゼロに抑えて勝ち切ったっていうのは、ポジティブに捉えていい部分だと思うんで、うん、それは大きかったですね、岡山にとってはね、この試合でね。
あの田辺選手、まあ、久々に先発、はい、これ先発が4月の16の仙台戦、うんはい、これって何節なんですかね、はい、10節10節だね以来の、はい、まあ、先発だった、うん、でこれ今季2点目なんですけど、はい、徳島戦それこそ確か北条さんベストゴールなんじゃないですかね、あの左から崩して、あ、そうだそうだそうだ、高橋選手のやつをヒールキックみたいなやつで、ね、まあ、決めて、はいはいはい、まあ、その時以来の勝利っていうことで、そうだね、田辺選手ちょっと勝利への死者説はだいぶ濃厚なんですが岡山の確かにね、はい、確かに、はい、いやでもね、あの宮本監督がずっと開幕前もね、田辺選手が期待してる一人に挙げてたからね、うん、うん、まあこれでまたね選択肢も広がっていったし、まあ、特に夏場の連戦がね、当然これから、まあ、連戦あるのかな、分かんないけど、まあ、ちょっと夏場はいずれにしてもね、90分フルでやるのはかなりしんどいから、うん、まあ、何にしても一人でもね、こうやってチームにね、あの活力を与えられる選手がいるかいないか全然違ってくるんでね、そうですね、うん、はい、岡山にとっては待望の人がね、点を取ってくれたってのは一つ大きな追い風なんじゃないですかね。でしば、ね、最後、まあ、水戸もね、うん、こう、時間帯というか、うん、それこそ、前永選手とかこう入れて、はい、まあ、前のね、ところでこう違い作れる選手、デラム選手とかたくさんいますけども、はいはい、まあ、やっぱこう、うん、なんか、岡山らしさって、なんかこう、やっぱ、こう、しんどい時に耐え抜くみたいなところ、はい、耐え抜くみたいなね。ね、跳ね返し続けるみたいなところは、はいはい、この試合にでちょっと見えた部分だったと思うので、ねはいはい、岡山が去年、それこそ1年前の、まあ、もうちょい先かな、まあ、8月からすごく良かった。ってやっぱこう1点取ったらもう岡山もちょっともうお手上げですみたいな、うん、お手上げもう本当去年はもうまさにそんな感じだったねそうですね状態だったんで、まあそういう状態にね、うん、もっともっとこう慣れていってほしいし、そうね、慣れる要素はあるじゃないかなと、そうですね、本当にはい、はい、思います。まさにその通りですね、うん、はい。でね、まあ水戸はね、うん、ちょっと残念ながら、うん、敗れてしまいましたけども、まあ本当6月以降すごくいい流れで来ているので、チームとしては、うん、うん、そうですね。まあこの試合もね、多くなってきましたね。うん、この試合も後半しっかりね、立て直して、まあいい、自分たちの狙いとするところも出せた部分たくさんあったと思うんだけどね。はい。まあただちょっと それ以上にやっぱちょっと岡山の守備が硬かったっていう感じでね。なかなかちょっと1点が遠い感じにはなってしまったけど、まあこれ本当にだから、うん、うん、まあ1点争う試合に なるような感じだったかもしれないね。まあそういう意味ではまあ。追いかける展開になってしまったのはちょっと水戸としてはちょっと苦しい流れになったと思うんだけどね。ただそんなに悲観するようなことではないと思うんで、うん、うん、まあ次に生かしてほしいかなって、ね、そうですね、ちょっとねメンバーのねところとかも少しこう、うん、まあ変えたりみたいなところあったと思うんですけど、そうだよ ね武田選手はいなかったんですね、うん、あ、そうだね、うん、まあ、ずっとねボランチであそこでね、そうです ね、 いいんね、うん、うん、個人的にそれこそ6月別入れにちょっと入れたいぐらいの選手だったんですけど、いや、本当だよね。うん。ただ、まあ、いずれにしても総力戦だからね。うん、そうですね。うん。まあ、メンバー誰が出ても、ある程度こうね、戦えるような感じになっていきたい部分はあるからね。はい。うん。いいんじゃないですかね。はい。まあ、ちょっと岡山はまたここからね、はい、どれくらい白星っていうところで伸ばしていけるかっていうところかなと、はい、ね、いい位置につけていることは間違いないんで、あとは間違いないからね、こうね突き抜けられるかっていう感じかなとは思います。はい、はい、続いて、はい、はい、徳島群馬は、はい、レタリアの引き分けという結果でした。はい、この試合もこれ、まあ、徳島もねなかなかこうやっぱり群馬の厚い壁を破るのがやっぱなかなか難しかったっていう感じの試合になっちゃうしね、やっぱね。そうですね、まあ、ポジションで言っても、まあ、63% が徳島、うん、でシュート本数はもうほぼほぼ互角で終わったんですけど、ね、まあ、パス本数に関して言うと、まあ、うん、まあ、約倍ぐらい違うっていう、そうだね、はい、感じの、はい、はい、まあ、徳島としてもやっぱちょっとね、なんだろう、まあ、これは当然相手があることなんで、やっぱりこう群馬のね守備が堅いっていうのは多分みんな分かってるんだと思うんだけど、なかなか崩せねえなっていうところで、しかもちょっとこの試合ではね、群馬の長倉選手がねいて、長倉選手がねちょっと背後をかなり意識的にこう狙うような動きがたくさんあって、まあ、ちょっとそこのリスク管理もしながらこう前進しなければいけないみたいな、まあ、難しさもちょっとありながら、
こうね、点を狙うって作業しなきゃいけないっていう部分もあったと思うんで、まあ、ちょっとなかなか最後ね、一押しが出なかったかなっていう感じになりましたね。はい。そうですね。はい。うん、まあ、それ、だって監督さんも言ってたもんね。ちょっとやっぱかなり難しいゲームだったみたいなね、感じのことは言ってたし。やっぱかなり群馬もいいチームだっていうようなね、話は監督さんもしてたと思うし。まあ、逆に大槻さんもね、すごく、徳島は、この数試合も勝ってもおかしくないような試合やってるっていう感じで、まあ、好みの選手も多いんですみたいな。なんかそんな、そんなコメントして、そうなのみたいな感じだけど、なかなかないよね、そんなコメントするみたいなね。うん。なんかすごく好きなんでしょうね、きっとね。一番だなと思ってるんだよね。まあ、ね、うん、特に若い選手はね、本当どん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 出てきているし、うん、はい、やっぱこう、まあ、群馬、まあ、まあ、生え抜きというか、その、大卒高卒で入って、もう、まあ、群馬一筋というか、うん、ね、そういう選手っていうのは本当多くなってきてると思うので。うん。うん、そうだよね。これでも本当、でも長倉選手やっぱ戻ってきたのは大きいと思うんでね、一つやっぱりね。はい。はい、もうこの試合でもね、早速。そうですね。まあ、チームの狙いっていうか、なんかやっぱり相手とか試合の状況を見ながら、これやったらいいんじゃないかな、みたいなのをやっぱ判断して、それをトライできるのがやっぱり彼のまたね、良さでもあるんだな、と思うんで。まあ、また攻撃がね、さらにより強力になっていくんじゃないかなっていう感じはしましたけどね。うん、そうですね。うん、いやで、ちょっとやっぱ心配なのが、ね、うん、あの、畑尾選手が途中で変わっていて。ああ、そうなんだよね。なんかアクシデントがあったのか、ちょっとわかんないんだよね、あれね。うん、まあ、普通、まあ、もう正直ありえない交代。そうなんだ、ね。何かしらのやっぱアクシデントが。ちょっと戦術的な交代ってちょっと考えられないってなると。まあ、しかもそのままね、白輪選手って、まあ、同じセンターバック入れてるってことを考えると、そうなんだよね、何かをシステム変えとか、そういうことは一切ないんで、うん、ね、ちょっとコンディション的な問題だったのか、ちょっとここは気になるとこですかね、もう群馬の、そうなんだよね、ね、ただ、大黒柱なんで。試合中、ハーフタイムに引き上げるときは別になんかね、そこで怪我みたいなのはちょっとなんか分かんなかったけどね、うん。うん。ちょっと気にはなるよね。そうですね、ちょっとここは。うん、まあ、一方でね、途中から、ね、出た白輪選手が、ね、うん、あのコーナーキックから、ね、押しヘディングみたいな、ああ、そうだよね、なって、うん、ね、今季、ね、昨シーズンまでずっとこう、ね、小機会を巻いていてというか、ね、レギュラーでやってきた中で、ね、ちょっとね、クローザー的な役割で、出場時間は、ね、すごく短いですけれども、うん、そうだね、まあ、こういう時にね、まあ、こうプレーするっていうことはアピールつながると思いますので。うん、いや、そうだよね、まあ、しっかり結局ね、ゼロに抑えて貢献してたら間違いないんで、ね、そうですね。はい、うん、まあ、ちょっと何もなければいいですけどね、それ。そうですね。ちょっとここは結構気になるところで。ね、うん、はい。一方で、徳島の後ろのね、うん、メンバーの、はい、まあ、安倍選手がね、小停止だったっていう、あ、そうだね。あるんですけど、長谷川選手が。長谷川選手が意外だったね。そうですね。意外ですよね。あ、長谷川選手そこで使うんだ、みたいなね。まあ、彼はでもフィードは抜群だしね。そうですね。で、やっぱり、はい、うん、守備の強度も上がってるし、まあ、彼もこれチャンスだっていう意識があって、それがね、実際プレーにもよく現れてたんで、うん、まあ、ちょっとまた新しいね、あの、オプションになるのかなって気がしましたけどね。うんうん、まあ、あの、ボランチでね、交代で出るみたいなケースはこれまでもね、よくあることではあったと思うけど、まあ、ちょっとあそこで使うのはちょっと面白かったですね。なんかね、そうですね。ちょっとこれは、うん、予想できないというか、まあ、練習できてない限り、もう絶対予想できない策、はい、でありましたけど、はい、うん、まあ、彼はね、まあ、でも両利きですからね、両利きですから、どっからでも、はい、でもなんかかなりやっぱりその群馬はやっぱサイドハーフの選手たちがね、しっかりこう守備になった時にあのプレスバックしてこう戻るので、なかなかあの長谷川選手も言ってたと思うんだけど、そのサイドチェンジでね、逆サイドを狙おうと思うんだけど、そこをなかなか警戒されて、なかなか出せなかったって話はしてたけど、まあ、それはある意味ね、うん、それぐらい群馬はきっちりとサイドハーフの選手たちが、あのブロックを組んだときに、しっかりそこのサイドの、ね、ケアをしてるっていう裏返しだと思うんだけど、まあ、その辺も面白かったですね。あ、なんでね、あのやっぱりこうストロング、うん、まあ、最大のストロングはやっぱこう西矢選手の、この、うん、ね、突破というか、はい、まあ、彼の仕掛けだと思うんですけど、やっぱここをね、うん、山中選手と、まあ、岡本選手のこのサイドが、まあ、まあ、よく止めていたなっていうね、群馬視点からすると、うん、そうなんだよね、まあ、これまでのもね、何度か触れてはきたけど、やっぱり群馬のね、
サイドハーフの選手の守備の波動が凄まじいんでね。はい。だから必ずサイドバックと1対1にさせないからね。うん。なんなら、1対1は俺らの仕事ぐらいの感じで、サイドバックの選手があのポケットのケアみたいなのしてるからね、逆にね。うん。だからそれぐらいやっぱりちょっと群馬はね、サイドの守備は硬いので、なかなか崩すのは難しかったですね。うん、そうですね。うん。はい。いやでも山中選手はすごいですね、まあ、運動量もそうですし、まあ、実際ね、この試合もすごく惜しいシュートもね、あの左足でこう巻くっていうようなシーンもありましたけども、うんうん、まあ、もう完全群馬の右の武器ですね、岡本選手もそうなんですけど、はい、うん、はい、まあ、左に入っても全然ね、その人がやれるからね、そうですよね、はい、はい、この間だよね、だから右からね、右で使われるのはね、あ、そうですね、まあ、ちょっと前半戦とちょっと違ってね、後半戦もいろいろ相手も対策してくるだろうから、まあ、ちょっといろんな新しいことやりますよみたいなことはね、大月さんが言ってたから、はい、うん、まあ、その一環でもあるんだと思うけど、はい、はい、っていう感じですね。はい、はい、じゃあ続いて、はい、はい、まあ、土曜日最後のゲームですかね、はい、はい、山形仙台は、はい、これはもう、はい、これはもうちょっとミッシーオンステージでちょっとこれお願いしたい。現地で見ましたけど、はい、うん、あの、まあ、もう藤本選手がすごいっていうのはちょっとさっきも話したので、あの逆に藤本選手、うん、まあ、このあと藤本選手の話で出てくると思いますけど、はいはいはい、逆に僕が一番しびれたプレーの話をすると、うん、まあ、前半、まあ、もう5分に、はいはい、まあ、相手のこうミスを、ね、うん、こう重なったっていうところの藤本選手がゴールから始まってますけど、 1-0 でまだまだね、このまま、まあ、80分以上ある中で、うん、まあ、仙台もまだ待っちゃいないっていうところ で、うん、で仙台もチャンスはね、それこそ木田選手のドリブルとかあったんですけど、僕がやっぱり一番しびれたのが、うん、あのホヨンジュン選手が抜け出したシーンが前半の10分か15分ぐらいにあったと思うんですけど、はいはいはい、後藤選手のあの飛び出し、うん、あ、飛び出しね、あれ一回 PK なんか現地見てて分かんなかったんですけど、ちょっと遠かったっていうのもあって、うん、まあ、ちょっとあれパッと見、あ、 PK かって感じもね、うん、でちょっと思ったんですけど、まあ、そうだよね、ね、ボール行って出て、あ、そのシーン言ってるんだよね、うん、そうなんだよね、リプレイ見るとね、言ってるもんね、あそこはね、ちょっと、まあ、斜めのこう、まあ、くさびというか、そこのパスが、うん、まあ、外回しからのこうビルドアップみたいな、これも結構一撃で斜めにもう 20m くらい前進するみたいな、そうだね、すごいいいパス抜け出し、一気に入ったもんね、でホヨンジェン選手もここ最近ね、うん、まあ、実際この試合1点決めてますし、決めてるからね、前節ね、あの素晴らしい切り返しからのシュートっていうのが、まあ、あったんで、うん、ね、すごく今乗ってる選手だと思うんですけど、あそこ ね、後藤選手止めたのは、この後の流れに間違いなくつながったというふうには、つながってますね、本当に。思いましたね。はい。おっしゃる通りだと思います。あれ、ビッグプレーですよ、本当に、ね。あれ、ビッグプレーでしたね。うん、はい、本当そう思います、ね。そうですね。はい。はい、うん、まあ、あとはやっぱりあの藤本選手にも、まあ、直接あのミックスのとかお話も聞きましたけど、うん、はい、まあ、2-0、まあ、しかも前半はもうパーフェクトですよ、うん、もう正直得点、ね、複数で、ね、まあ、初完封で、はい、まあ、一方で仙台もこう一撃で一発でチャンス後半取って、うん、さあ面白くなるぞっていうところでの、まあ、結果的にまあ3点目ですね、藤本選手の国分選手が抜け出して右足の、はいはい、まあ、インフロ、決めたってあのゴール、まあ、あの3点目っていうところは、うん、まあ、非常に良かったっていう藤本選手本人もおっしゃってましたし、うん、まあ、前半2点取っていて、うん、まあ、プロでまだハットトリックしたことがまあなかった、2点まではあったけど、うん、初めてのまあハットトリックだったっていう、いや、それがねすごい意外なんだよね、そうですね、愛媛の時とかも ね、ね、いや、やってそうな感じあるからね気がしましたけど、はい、まあ、もう前半2点取ったんで、後半絶対にあと1点決めるって、自分を洗脳してましたっていう話をしてくれたんですけど。はい、なるほど。はい。で、その通りになりましたね。そうですね。この3点目、はい、まあ、藤本選手にとってハットトリックを決めたこのゴールを、早々に、うん、まあ、50分台ぐらいでしょうね、60分ぐらいとかかな。はい。うん、決めたっていうのも、まあ、すごくこう、より加速させた部分は、はい、そうね、あったのかなと思いました。はい、すごいよね、この道のくダービーでさ、結局、藤本選手はアウェーの仙台戦では見事なオーバーヘッド決めてるんで、そうですね、これ全部で5点取ってるってことだもんね、今年の道のくダービーでね、とんでもないよね、全部で5点取ってるって、これすごいですよね。ね、まあ、公式戦だと、まあ、この仙台、うん、山形っていうのが、うん、まあね、ずっと仙台がこう、まあ、負けなしというか、リーグ戦だと、ね、
まあ、13年間、まあ、そもそもディビジョンが被ってない時期とかがあるんで、うん、そうだね、あれですけど、はい、まあ、勝てていないっていうところを含めて、うん、まあ、公式戦これからももっともっとね、この両者の対戦っていうのは続いていくと思うんですけど、ね、うん、もうこの4得点っていうのは多分もう10年後、うん、20年後30年後40年後もあの藤本の4得点はすごかったってなるんですよね。いや絶対なるよね、戦で、うん、はい、やっぱりこうダービーが持っているこう、ね、独特の、ね、雰囲気とかこう歴史とか厚さみたいなところってこう伝承されていく部分があると思うし、うん、選手もより燃える部分あったって話は特に藤本選手もバス降りてからもうニヤニヤ止まなかったですねみたいなことおっしゃってましたけど、ね、本当そういうなんか藤本選手が今後モンテル山形っていうチームにおいてこういうストライカーがいたんだって本当語り継がれていくような、そうだね、うん、ゲームだったのかなっていうふうには思いました、ね、確かに、はい、あとちょっともう一人気になったのが俺国分選手で、国分選手はどうでした、はい、いや、そもそもチアゴ選手がね、うん、欠場っていうのは ね多分ちょっとコンディション的な問題だったのかちょっとわからないですけど、うん、ね、ここまで本当に牽引しまくってたんですけど、うん、いやそうなんですよね、後半のところで2アシスト、しかもやっぱね、国分選手ね、あの左足の4点目のクロスとかも左ピンポイントだもんねと言われてもね、もう分かんないっていうか、うん、それぐらいのキック精度やっぱ高さ、うん、うん、あそこしかないっていうね、いやそうですね、うん、まあ、1点目のアシストも見事でね、タイミングちょっと外して、はい、外したところでね、ちゃんと藤本選手がシュート打てる空間を作り出してね、でしっかりマイナスに折り返してってカットバックしてね、うん、あのアシストも素晴らしかったしね、はい、ね、うん、右で出ることはね多かったですけど、まあ左に入っても、うん、うん、はい、まあ、ずっと左張りっぱなしって感じじゃないですけど、こううまくね、田中大選手とかで後半うまく、うん、まあ、ゲームメイクしながらっていうところで、うん、まあ本当素晴らしい、まあ、まあ、切り上げたらもう投げ出したも全員なんですけど、そうだね、切りがないぐらい本当、まあ、みんな良かったっていうゲームの中で、うん、まあひときわ存在感は違ったっていう背番号11だったかなっていう総括になりますか ね、まね、はい、だね、まあ、あとやっぱ守備がすごく良かったっすね、まあ、本当にだから終盤でうまくねボールを引っ掛けてそこからの速い攻めっていう形でね点をこう重ねていった部分があって、まあ、逆に前節ねちょっとベルディに逆にその形から失点をしてしまったみたいな感じもあったので、まあ、そこをね逆に今度はそれを自分たちがやるような、ね、形にはなったもんね、まあ、ちょっとなかなかだから仙台もこう前進したいところでうまく引っ掛けちゃってね逆襲食らっちゃうっていう形が多かったので、まあ、それも、まあ、それを象徴的なのはやっぱりその最初のね立ち上がりのやっぱり藤本選手のね猛然とキーパーに襲いかかったあのプレスがね、うん、象徴してるかなと思うんだけど、まあ、そのあたりも含めて、まあ、選手たちのね気持ちがすごく出ていた試合だったかなって感じしましたね。そうですね、うん、ちょっとツイートもしたんですけど1点目のところって、うん、まあ、もう正直結構もう苦し紛れの、まあ、バックパスで、うん、もう完全にはめられていて山形の 前からプレスに、うん、で、まあ、小松選手としてはもう正直多分もうダイレクトで返すかクリアっていうか、まあ、大きいボール蹴る以外は正直もう、ね、まあ、結果論になってしまいますけど、うん、ね、あそこで藤本選手行きましたけど利き足持ち替えた時点で完全に、ね、もう右で蹴るっていうところでコース読み切ってて、うん、で右からも伊坂選手がすごいスピードで走ってきてたんで、うん、センターバックで横で受けようっていう若狭選手だったかな、動きはありましたけど、うん、まあ、うん、あれ仮に回避できたとしてもどこかでかっさらわれているんじゃないかなっていう、うん、ふうには思いましたね、はい、うん、まあ、ああいうだから本当にでも全員でね、うん、ボールを連動しながら相手を捕まえに行くっていうのはね、まさにプレスのお手本みたいなシーンだったんでね、はい、うん、まあ、それをだから継続してね同じようなことを中盤でもやってうまくね3点目にはつながるみたいなね形も作れてたんでね、そうですね、はい、そこはね、はい、あと、まあ、全然もう試合の話以外になっちゃいますけど、一応今日は、はい、なんかまあね、なんかあとガチャガチャも結構やったりしたんですけど、うん、あ、そうなん結構 J クラブのガチャガチャとかってすごいいろんな商品あるじゃないですか、ああそうなんだ、はい、なんか、まあ、いろんな選手のね、こう、バリエーションが出せるっていうのはあると思うんですけど。ああ、そうだよね。確かに。はい。うん、なんか、田中航選手のこのストラップみたいなのも引き当ててきました。あ、そうなの、貴重だね、それで、ね。これは、はい、非常に。あとね、国分選手とかも、なんか、何個か種類あったんで、なんか何回かやってみたんですけど、おなんかサポーターの方で、なんか
さくらんぼをなんか僕に差し入れて買ってきてくださった方がいらっしゃって、サポーターね。で、お礼に国分選手とその僕が、ガチャガチャとちょっと交換という形で。はい、さくらんぼありがとうございました。はい。ブツブツ交換。ブツブツ交換。なるほど。はい。はい。よかったですね、それはね。で、すみません、スパチャありがとうございます。うん、はい。ミッシーさん、服の神やってこれね、ありがとうございますなんですけど、うん、まあ、僕、去年ね、山形行った時、ちょっとね、山形、まあ、ホームチームだからね、勝ってなかったんで、はいはいはい、なんか僕が来ると負けるみたいに言われたら、ちょっと嫌だなと思ってたんで。まあ、しかも大事な試合だったからね。そうですね。はい。はい、まあ、継続的に、まあね、いろんなチームまだまだどんどん行こうと思ってますけど、うん、はい。なるほど。よかったですね、でもね。はい。はい、まず、前回負けちゃってたんでね。そうですね。はい。惜しいところでね。はい。借りを返したんでね。そうですね。はい。あと、まあ、チアゴ選手の欠場もそうだったんですけど、うん、中島選手って どうだったんですかね。なんか練習とか全然もちろん分からないですけど。本当はね。中島選手いない、チアゴ選手いないんだ、中島選手いないんだっていうのが僕の最初のメンバー見た時は感想だったんで。あれ、うん、この大一番にみたいな感じ、ね、ですよね。ね、鎌田選手戻ってきましたけど。うん、はい、ちょっと分かんないけどね、なんだろうね、うん、別メニューだったらしい。うん、あ、なるほど、うん、まあちょっと時期的に今いろいろあるかもしれないね、分かんない、ね、どうですかね。まあ仙台にとってはまあキーマンの間違いなく一人かなというそうだね、うん、そうだね、思いますけど、うん、ちょっとそこは気になったところと、うん、あと前半からちょっともう本当になかなかなすすべ正直なかったっていうところで、ね、後半一発目返せましたけど、うん、まあ、その直後のやっぱ失点っていうのは大きくて、まあ、フォギーニョ選手はね、こうなんか前線っぽくしてとかね、こうボール食らいつくみたいな姿勢は見せたとは思いますけど、なかなかね、ちょっと応援のところもちょっと最後止まっちゃったりみたいなのもね、うん、あったりとか、うん、仙台にとっては非常にこう苦いゲームになってしまったなっていうところですよね。うん、そうだね。はい、まあ、この試合に向けて一応伊藤監督も工夫は凝らしてはいたんだと思うんだよね。まあ、最初のね、ちょっと失点はちょっと想定外だったかもしれないけど、まあ、その後ね、しっかりその、自分たちの時間を作って前進しようって意図はあったし、まあ、この試合最初はね、若田選手を、攻撃になった時に1列上げるっていうね、まあ、伊藤監督がペップさんが好きなので、マンシーのね、偽センターバックを取り入れたんだと思うんだけど、まあ、それで若田選手をちょっと1列上げるっていう形をやってたんだけど、なかなかそれがうまく機能しなかった部分は一つあったので、まあ、途中から、元に戻してね、後ろ3枚回してって形を取ってはいたんだけど、まあ一つあと、その鎌田選手をね、ちょっとサイドバックと、豪華選手の間のポジションに鎌田選手はちょっと流れるような感じで、あそこでポイント作ろうって意図があって、まあそこから結構縦パスがね、入るような形は何個か作れてはいたんだけど、なかなかやっぱその、さっき言ったね、山形のその、中盤も含めたその、守備のね、強度の高い守備にちょっとなかなかうまく阻まれるシーンがあって、まあ、それが失点直結するみたいな、ね、形になってしまったんで、まあ、ちょっと、最初の意図した形はなかなか作れなかったかなっていう感じでしたね、うん、全体はね、うんうんうん、ただいろいろこうね、対山形として、まあ、ちょっとこれまでやってない形で、まあ、相手も当然ね研究してくるだろうからって意図があったので、まあ、そういろんなね新しい試みをチャレンジしたんだけど、まあ、なかなかうまくいかなかったっていう感じでしたね。そうですね、ちょっとその噛み合わせのとこで言うと、うん、まあ、右ね、伊坂選手、得点とかアシストとかなかったですけど、まあ、前半も正直もう、うん、もう無双状態ぐらいだったんで、うん、本人選手じゃない、ごめんなさい、キム・テヒョン選手がこうちょっと絞り気味にというか、はい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 、サイドバックのポジション取りではなかったんで、うん、伊坂選手がちょっと飽きすぎるっていうところが前半からかなりあったんで、うんうんうん、はいはい、それが起点になっての2点目のシーンはまさにそれだったんで、うんうん、まあ、藤田選手もこう気持ちよくランできるくらいのこうスペースも時間もあったっていうところが、藤本選手の2点目のシーンですね。あそこにつながったっていう感じだったかなとは思いました。そうだね。はい。そうだね。はい。まあ何にしてもでも、国武選手はね、この試合も内容は関係ありません。この試合は結果ですっていうね。うん、やっぱそういう気持ちを持って、やっぱりこの試合に臨んだのがやっぱりね、全てだったかもしれないですね。はい。はい。ということでちょっと記事も書いてますので、うん、さっきリンク出しましたが、はい、まあ、藤本選手と渡辺監督に、うん、藤本選手が2点目決めた時に、まあ、渡辺監督のもとにすぐこうあってこう行ったっていうところのこう理由とか、うん、まあ、渡辺監督に対する思いとか、はい、渡辺監督が藤本選手に対する思いみたいなところもちょっと聞けましたので、うん、ちょっとぜひ見ていただければと思います。はい、はいはい、
ということで、まあ、はい、まあ、4得点は今季の J2 でももはや、ね、もう生まれるか生まれないかっていうようなことだと思うので、ね、はい。はい、まあ、藤本選手がもう伝説になったっていう、はい、いや、本当ですよ。かなとは、はい、思います。いや、はい、本当。はい。語り継がれる永遠、ね、ですね。語り継がれる4点になると思います。4点ですからね。はい。はい。では、じゃあ、日曜日の試合に、はい、はい、行きまして。で、はい、はい、まずは秋田対いわき、はい、はい、という、まあ、もうバチバチもバチバチもバチバチバチでしたね、もうこれもね、はい、お互いにこれ、決まったかと思ったら、決まんなくてね、お互いね、ドローっていうね、互いに譲らないってすごい試合になりましたね、この試合もね。はい。はい、いや、これ、特にその、まあ、後半ね、まあ、お互い選手交代で動き、があった中で、まあ、後半が一つはポイントにはなったと思うんだけど、まあ、先に秋田がね、その前線の選手たちを変えて、でそこで、まあ、うまくね、右サイドを得意の崩してね、三上選手が点を取って、これでこれ秋田行ったかなって感じだったんだけどね、それでもやっぱ岩城がやっぱり変わったなと思うのは、そこから後のね、まあ、選手たちも話したけど、やっぱこれまでだったらあれでガクッときて、なかなかそのまま負けてたかもしれないって話をしてたけど、でもそこから反発力を上げてね、見事追いついて勝ち点1をもぎ取るって形になったんでね、なかなかでも三上選手のゴールでね、先制して、まあそこをあのままこう逃げ切る形がね、秋田の得意の形ではあったと思うんだけどね、まあそこで引かなかったっていうのは今のいわきのね、やっぱり監督さん変わってからのいわきの変わった部分を、まあ、示してるのかなっていう感じでしたね、うん、そこはね。うん、まあ、しかも、ね、緊迫した展開 1-0 で、はい、まあ、秋田が基本的にはこう先手を取ったら、まあ、強いというところがある中で、はい、いわきの この反発力と、うん、そして岩渕選手の精神力。はい、うん、はい、いや、俺ね、本当ね、岩渕選手をね、ベストゴールにしようかなって思ったの、本当に。ここでパネンカやるのかみたいなね。ピルロです、ね、あれはちょっとすごいなってね。もうあれ決まるか決まらないかで勝ち点がね、転がってくるぐらいもね、あそこで変わっちゃうぐらいの重要な PK だったんだけど、うんうん、まあ本当にだから、まあ秋田もね、怪我人が帰ってきたっていうのはね、後半戦にこれからのね、向けてすごく好材料なんだけど、まあ、いわきも同時にね、やっぱりね、前節ゴールを決めた。岩渕選手がね、またこの試合もゴールを決めてっていうね、うん、やっぱ彼の復帰っていうのがね、いわきの大きな後押しになるなっていうのは、この試合でもね、よく分かりましたね、そこはね。うん、はい、あ。っていう感じでしたね。そうですね。まあだから本当、秋田もね、もう、うん、まあ、三上選手のゴールがもうね、80分ぐらいだったんで、もうなんとか、ね、はい、あ、ようやく腰開けたっていうような、うん。ところであのね、あの交代選手をどんどん使いながらっていうところのゴールも見事だったんですけど、いや本当に、いやでもだからね、交代で入れた選手たちが全部絡んでるからね、そうですよね、全員畑選手のヘディングで丹羽選手を落として、ね、沖野選手の縦パスで丹羽選手は右サイド破って折り返しをね、三上選手が決めるっていうね、見事に交代で入った選手たちが絡んでのゴールだったんでね、うん、あれこれ完全に秋田の勝ちパターン入ったかなって感じだったんだけどね。ねえ、それこそ清水戦がね、うん、いや、ほんとんど、うん。そういう勝ち方がね、できていたので。はい。うん、はい、まあ、特に前半もね、秋田は前半も本当にどっち、自分たちのね、やりたいことはどっちができたかって言ったら、前半は秋、やっぱ秋田だったと思うしね。うん。うん、まあ、逆に後半に入って少しいわきがこう、秋田のやり方に慣れた部分もあって、逆にいわきも自分たちの時間作るような感じがあったんだけど、そこの部分でね、交代選手を入れて、ああいう形で点が取れたんでね、これ、秋田行ったかなって感じだったんだよね。うん、そうですね。うん、そこでこう、互い譲らないあたりがやっぱり面白い試合にしたかなっていう感じでしたね。そうですね。はい、うん、ただまあ、ホームゲームだったんでね、もちろん秋田としては勝ちたかったと思うんだけど、もちろんね。うん、まあ、侮れないやっぱりチームにいわきがね、今なってるっていうことの証でもあるかもしれないですね、この同点も。そうですね、うん、いわきがそれこそね、うん、まあ、ここ3戦で、まあ、うん、まあ、これで5ポイントかな、はい、稼いでいるということで、はい、まあ、千葉戦が引き分け、
で、その後大宮に勝って、まあ、降雪、はい、まあ、追いついてのドローは、はい、まあ、ポジティブっていうところではあるので、はい、監督が変わってから、うん、まあ、無敗っていうところを、ね、ね、うん、継続してますし、まあ、こう順調にポイントを稼いで、順位こそね、まだまだっていうところあるかもしれないですけど、まあ、こう、着実に大宮との差っていうところはね、こう広く、うん、こう、ね、だんだん大きくなってきてる。っていうところではあるので、そうだね。はい、もういわきはだから、うん、まあ残留はもちろんそうなんだろうけども、ちょっとその降格圏よりさらに上をね行くんだぐらいの感じの勢いは多分ね今あるんだと思うんでね。そうですね。うん、はい、うん、はい。まあ本当にちょっといい感じでね行けてる感じですね。可能性変わったからね。はい。はい、ヒロさんスパチャ、はい、ありがとうございます。秋田待望の諸岡選手の、はい、うん、復帰がありました。あ、そうだよね、シルマゲの PK で詳しい引き分けに終わってしまいましたというところですが、うん、まあ、やっぱ諸岡選手と藤山選手のこの、うん、はい、まあ、鉄板コンビといいますか、鉄板コンビがね、ま、戻って、まあ、今季の秋田といえばこの2人みたいなね、はい、中盤はね、はい、うん、いやだから本当に後半戦に入ってあのたくさんね選手は戻ってきてるし、まあ、沖野選手もその前にね一足先に戻ってきてるけど、まあ、さらに中村選手も戻ってきたし、でさらに諸岡選手っていうね、そうですね、うん、ああ、補強じゃない、補強したわけじゃないけどね、もう復帰してただけなんだけどなんか補強したかのようなね勢いでつくよね、秋田もね、そうですね、はい、ああ、ああ、楽しみです、そうですね、はい、あとね次がね加古井選手が出れないんですよ、うん、次、ああそうか、累積っていうのあるんで、加古井選手って今季全部出てますよね、確か出てるからね、全部出てますね、はい、ああ、これちょっと次はね、誰が出るのかっていう、そうだね、まあ、山田選手、一応ね、セカンドというか、うん、まあ、ベンチ入ってますけど、ちょっとここ誰になるかっていうところは、ちょっと秋田次節は注目ですかね。注目ですね。確かに。はい。まあでも、秋田はね、誰が出ても秋田っていうことではないっていうね、感動もあるんでね、ちょっと変わってね、出てくる選手に期待したいですね。そうですね。はい。はい。では、最後。はい。はい、熊本。はい。ベルディですね、はいはい、1対0、まあ、本当序盤、はい、何分でした、5分とか 2分ぐらいじゃない2分でしたっけかなり早かったでしょって、そうですね、2分じゃなかったか、あ、2分って書いてあるね、2分ですかね、はい、斉藤光介選手の、まあ、2試合連続ゴール、はい、まあ、ね、うん、前節 の山形戦もちょっとねこういう形というか、そうなんだよね、ね、こうファーサイドに、はい、まあ、いるっていうような、うん、なんかリプレイを見ているかのようなんだけどね、はい、あ、電光石火ですよね、でしたけども、まあ、このゴールが、決勝点になったという感じでした、うん、はい、感じでしたね、まあ、本当この試合はあのやっぱベルディの今のねこの順位にいる理由がよくわかる感じだったんじゃないかなと思うんだけども、試合の入りがまずいいっていうのもあるし、その入りがいい時間帯でしっかり点を取り切ってるっていうのもあるし、ただその後ね、多分ベルディからするともう少し自分たちの時間を作れたらなっていうのがあったと思うんだけど、まあ、それでもね、相手が主導権握るような展開になっても、最後の一戦終わらせないっていうことで変わらないんだよね、うん、ベルディはね。はい、そこが強いんだよね。まあ、それそこそミッシーが選んだ稲見選手もそうなんだけど、谷口選手もそうだし、まあ、特にやっぱり守備全員でね、守備をして、相手に、決定的な形を作らせないっていうベルディの良さが、まあ、逆にこう際立つような展開になりましたね、そこはね、そうですね、この試合はね、はい、まあこれ逆に言うとだから熊本とするとこれベルディもなんか前節と似てるなって感じだと思うんだけど、逆に熊本もなんかこれまでとちょっと似てるなって試合にはちょっとなっちゃったかなって思うんだよね、熊本もだからちょっと立ち上がりあって前ポポーンって点を取られてちょっと追いかける展開になるっていうのはずっとね続いてるので、ちょっとこの試合も多分意識して、試合の入りはねかなりみんな意識して集中して入ったと思うんだけど、まあこの試合もねちょっと先に失点してしまって追いかける展開になっちゃったっていうのがちょっと厳しかったかなって感じですね、うん、まあベルディはとにかくね守備がいいので、うん、指し物熊本としてもなかなか崩しきれなかったっていう感じでしたね、そうです、なんでロアッソ前節が、ね、ジュビロとの試合でこれも、ね、10分以内にちょっと2点取られてしまうっていう、ね、2点取られちゃった、ね、ゲームだったんですね、まあ、あの試合もだから1点目はかなり早い時間でね、1点目入れら決められちゃってるんでね、そうですね、4分8分っていうね、うんうん、なかなかないでしょうね、4分8分でこの試合も2分だから、うん、うん、
なかなかそういうのないと思うね。まあ、当然、選手たちもね、そこは意識して入ってはいるんだけどっていうね。うん、ちょっとだから今、ちょっと苦しい感じにはなっちゃってるかなっていう感じで。そうですね。はい。うん、ただまあ、熊本としてはね、でもね、攻撃力があるチームであるから、本来であれば先に失点してもね、点が取りたいって感じあるんだけど、ちょっと今、ここ数字は点がないからね。うん。だそこはちょっと、うん、難しい感じにはなっちゃってるかなっていうね。まあ、先行されちゃうんで、どうしてもね、相手もしっかりこう守ってくるっていうのがあるんで、余計点をね、取り切るのは難しくなってるんだとは思うけど、うん、ただ熊本寿司はね、ゼロで終わるっていうチームではないからね。うん、本当ですね。はい。まあ、ちょっとそこは、うん、ちょっとより難しかったかなっていう感じですね。まあ、ただ、ヴェルディも、まあ、岩田もそうなんだけど、やっぱ守備はね、やっぱり、ガッチリやられるとなかなかどこのチームもね、熊本にかけるとなかなか崩すのは多分大変なんで、まあそこは難しさちょっとあったかもしれないですね。コメントで来てますけども、はい、ホームで弱い熊本、アウェイ強いヴェルディっていう、まあまさにそれがね、ちょっとデータでも、ね、あれ出てるんですが、熊本はちょっとこれでホームだと5連敗。まあ、間でアウェーで、それこそ水戸、岩城、藤枝、この辺すごくね、たくさん点取って、勝ててる試合がある一方で、ちょっとホームで、なかなか、現状勝ててない、最後に勝ったのが5月7日の甲府戦。そうだね。はい。うん、で、うん。ヴェルディはアウェーで、これで7連勝。めちゃめちゃ強い、7連勝だっけめちゃ強いんだよね。熊本、山形、岡山。で岡山これね、超劇的なね、最後山口選手決めるっていうゲームをしてくれて、山口、栃木、長崎、水戸、これで7連勝。最後に負けたのが、福割で千葉に 1-0 で負けてるのが4月16にあるんですけども、そこ以降、アウェーで全勝で、まあ一方でね、ちょっとホームでっていうところは、まあヴェルディ、その苦手としてって感じじゃないかもしれないですけど、ちょっとホームで勝ち点がちょっと取れてないっていう。うん、そうなんだよね。まあ、噛み合わせもあるんだと思うけどね。そうですね。はい。それは、まあ、熊本もヴェルディも多分そこは一緒なんだと思う、ね。うん。はい。うん、まあ、そういう、今、巡り合わせになっちゃってるっていう感じだと思うんだよね。そうですね。うん。ただ、ヴェルディは本当だって、失点はだから、また町田より少なくなってるもんね。ああ、そうですね。今回、実は。14点だから。21試合やってるのに、14失点しかしてないから、ヴェルディって。まあ、そういうのかね。だから先に取られちゃうと、本当、ヴェルディ相手はなかなか苦しい、ね。うん。そうですね。いや、6月はそのヴェルディでも結構失点は普段と比べるとちょっと多めではあったと思うけど、まあ、それでもね、またこれ失点がね、クリーンシートなんで、これはやっぱなかなか、しかも気がついたらね、大分と入れ替わって2位になってるからね。うん、そうですね。本当に。うん、これ本当にだから、お互い町田、東京がね、それこそ明日のゲームで、の結果次第ではこれ本当に文字通りの集結戦みたいになるからね、これ直対が。そうですね、うん、っていう感じですね。いやなんでちょっとまあヴェルディはね、てか明日の試合がまたあるので明日踏まえてになりますけど、うん、週末のね町田ヴェルディの東京クラシックは、うん、まあ本当に大注目の一戦になるであろうと、はい、そうだねいうところで、はい、はい、まあ、あとね、明日の試合があるので、はい、その話もちょっとしたいなと思ってたので、うん、もうじゃあそっちの話にちょっと移っていきましょうか。そうですね、はい。はい。まあ、順位表もありますけれども、はい。はいはい、ちょっと待ってくださいね。はい。こうかな。はい。うん、なので、お伝えしている通りではあるんですけども、うん、で、明日、大分対町田なんですよ。大分対町田があって、あ、そうだそうだ。はい。これそこそ僕、ファーストマッチは町田取材しに行きましたけども、はい。はい、まあ、町田が前半で素晴らしい、まあ、荒木選手の、ね、トリックプレーっていうのもありましたけども、うん、はい。まあ、もうね、結構大分を前半でねじ伏せたっていうような、はい、まあ、ゲームがあって。ゲームだったね、はい、うん。で、はい。で、次、ね、こうリターンマッチで、まあ、大分が、ね、ホームでどういうサッカー見せるのか話しましたけど、まあ、それが普通にやってきたと、うん、そうだね、で、ヴェルディがした長崎との対戦になるので、あ、まあ、これも、ね、うん、勝ち点が近いチーム同士、うん、上位同士の、うんうん、対戦になるっていうすごく面白いカードが組まれているという感じですね、うん、はい、
これすごいですよね、本当ね。ですね。これ町田はだから、明日3位チームでやって、週末も、まあ、2位か3位でやるっていうね。そうですね。だからこの水曜日、土曜の結果以下で町田が、それこそ、結果次第ではね、頭2つぐらい抜けちゃう可能性があるって感じだもんね。そうですね。もう縮めるチャンスっていうのはね、上だけってことを考えると、うん、もう直体で叩く以外ってもうコケ待ちになっちゃうんで、そうなんだよね、うん、だから本当もう大分もベルディもだから本当勝ち切るような展開にならないと差は詰まんないからね。そうですね、うん、本当にね、もう常に50代乗せましたからね、町田この勝利でコンセプト、はい、だってもう、はい、町田とベルディとの差がすでに7ポイントだからね。そうですね、7ポイントは、まあ、3ゲーム最上ってことですか、ね、だって大分と長崎の差が5だからね。3位と6位より1位と2位の差がポイント差があるからね、うん、いやそうなんですよ、2連勝ね、町田がこれ週末、うん、ね、明日週末と勝つとね、もう10ポイント差以上っていうところを、そうなんだよ、ね、いうことを考えるとそう簡単にひっくり返されない、ね、ぐらいの差に、ね、なっていくので、うん、だから町田としてはもう連勝でね、一気にこうね、もうどうにも止まらない感じの流れですね。だからこの本当、はい、水曜土曜は本当にね、この昇格争い占う上では大きな一番になるよね、そういう意味ではね。まあこれミッドウィークね、うん、なんか月1ぐらいで毎月ありましたけども、うん、まあ明日が、うん、まあ、今期の J2 だと一応ラストっていうことになりますので、ね、はい、はい、まあ、10月とか以降もまああのね、うん、ありますけど、うん、試合は続いてきますけど、ミッドウィークでは最後かな、あと天皇杯どこが残っていくかによってちょっと日程とかね変わってったりはします。そうだね、変わるもんね、うん、まあ連戦という感じになりますね。これだから連戦でこのね、この上位決戦が連戦であるっていうのがね、はい、またすごいことですよね。そうですね。はい。はい。で、あと明日、まあ一斉開催になりますけど、他になんか注目カードはどうですかね、明日。はい。いやー、まあこれ仙台市民でもちろんね、そうだと思うし。仙台はね、ちょっとこのコンセプトを踏まえて、そうだね、はい、すごく重要な、ね、うん、一戦になると思います。なるよね。あとはどこですかね。あとどこですかね。大宮千葉ですか。ああ、大宮千葉ね。まあ、千葉いいコンセプト勝ち方しているんですけど、ね、大宮今6連敗中ってかなり苦しいんで、うん、まあ、ホームですけど、そうだね、うん、ここはね、もう曲げられないぞっていうところで、いわきの、ね、調子を今考えると、ね、考えね、少しでもちょっと、ね、うん、埋めていかないとっていうところになりますし、そうだね、はい、確かに。あと岡山藤枝もちょっと面白いですね、うん、そうですね、うん、まあ、甲府秋田も面白いし、うん、あとこのちょっと山口がね、山形相手にどれぐらいやれるのかどうかで、はい、これもまたこの後半戦のね、山口を占う上ではちょっと面白いかもしれないですね。それこそあの3連続完封中の山口にね、うん、4得点男が襲いかかるみたいな。いやー、本当にね、ちょっと面白いよね、これもね。はあ、いわき栃木もあるのか。で、栃木ね、今節これ勝って、それこそこの順位のところちょっと変わってるんで、ああ、17位まで栃木が上がってるんですよ、これ今節、金沢抜いてるんで。そうだよね。これいわきね、いわきホームですけど、これ栃木、これ連勝できるとかなりでかいですね。うん、だってこれ、もっともっと上目指せる順位いけるんで。勝ったらね、一気にね、いわきはね、またね、うん、うん、感じになるからね。そうですね。はい。ちょっと分からなくなるもんね、そうなるね。そうですね。はい、うん。っていう感じですか。そうですね。まあ結局全部なんですけど。うん、結局全部なんで。で、まあそれ踏まえて、まあ順位どうなるかとか分かんないですけど、まあ日曜日が、はい、まあ一斉開催で、まあやっぱ一番は、はい、町田、はい、ベルディの東京クラシック国立開催。そうですね、はい、はい。これはもうね、見逃せない一番にもちろんなりますけどね。そうですね。ちょっと僕もこれは現地で取材行こうかなと。はい。はい、僕も行こうかなと思いますけどね。はい。思っております。はい。はい。あとはこの山形岩田もね、ちょっと面白いですよね。うん、これもどうなるか、ね。ジュビロもね、本当上り上司のもう筆頭格ぐらいのチームですから。うん、はい、うん。
面白いですね、そこは。はい。はい。っていう感じですか。そうなんですね。大分清水もありますね。うん、まあ、そうだね。これもちょっとすごい試合だね。ですね。はい。まあ、上位対決。いや、本当に。になりますよね。はい。まあ、どれ言ってもちょっと面白いからね。ねそうですね。はい、うん。いずれにしても。ただ、本当このちょっと水曜、日曜はちょっとね、熱すぎるね、これ、本当に。まあ、特に上位のところでのもう構図がだいぶ見えてくる可能性が、うん、だいぶ見えるし、逆に言ったらこのね、あのボトムハーフの方もこうね、分かんないよね、どうなるかっていうのはね。そうですね、はい、一気にまたね抜け出して中位から上位みたいなね、腰淡々とっていうチームも多いんでね、どうなるか分かんないですね、もうね。そうですね、うん、はいはい。いやでもちょっとまあやっぱ町田の2連戦っていうところの町田の結果は、はい、はいはい、かなり。これでもこの2連戦に向かう手前で劇的な逆転勝利を収めて、最高の形でこの中、ね、上位対決に挑むっていう感じになってるからね。そうですね。いやー、はい、改めて大宮戦の勝利はでかいな、これは。いや、でかいよ、これ、本当に。はい。これだって、もし落としてたとしたらあれだもんね。こっちで47みたいな感じになると、このヴェルディ大分との試合以下では、順位が入れ替わるみたいなことを聞かねないような、ね、あ、そうですよね、うん、感じだったかもしれないっていう。うんうん、それを、ね、引き離した状態でね、迎えられるっていうのはかなり違うよね、そこはね。そうですね。うん、はい。はい。っていう感じですかね。そうですね。はい。うん、まあ、なので、まあ、来週は、いつも通り火曜日。はい、配信しますけれども、はい、日曜日の試合を、はい、もうメインで話していくという感じになります。うん、まあちょっと元気だったらサブちゃんで、あの、水曜日の話はちょっとしようかなっていうぐらいの感じですかね。そうですね。はい。まああと、まあ、町田アベルディはちょっと来週長めに、はい、はい、うん、そうですね、やろうかなというところでしょうか。はい、まあちょっと明日が本当楽しみですね、またね。そうですね。はい。はい、いいカードがたくさんあります。はい。はい、という感じですね。はい。はい。ということで、はい、なんだかんだね、2時間。はい。そうですね。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。すみませんでした。はい。まあ、あの、ちょっとね、現地行ってる試合があると、やっぱ、まだもっとこんなことあったとかね、あるんですけど。そうだよね。そうだよね。もっと本当はね、聞きたかったね。ごめんね。いえいえ。はい。まだ来週はちょっともう町田ベルティは、まあ、結構喋るかなって言って、はいはい、そうね、僕も北条さんは行くってなかなかね、2人で一緒に行くわけじゃなかったですけど、はい、そうだね、そうだね、そうですね、はい、ですし、まあ、あのオープニングでも言いましたけども、はい、うん、町田の練習場に行ってきて選手ちょっとお話聞くっていうような、はい、あの動画を撮ってきましたので、まあ、今週公開します、うん、はい、ちょっと、はい、何曜日かちょっとまだ 調整中なんですけど、うん、はい、ちょっともうちょっと待って、ね、はいはい、いただければというふうに思います。これ、はい、まあ、誰に話聞いたかぐらい言っていいと思うんですけど、キャプテンの奥山選手と、はい、荒木選手の2人にお話を聞いてきましたので、はいはいはい、そちらの模様は動画でチェックしていただければと思います。はい。はい。はい、楽しみにしてください。はい。はい、ということで、はい、また来週見ていただければと思います。はい、チャンネル登録、高評価。はい、ツイート、感想ツイート、はいはい、お願いします、はいはい、あ、確かに今日ベス入れやって2時間ならまあいいか、はい、あ、そうだよね、そうだよね、今日ベス入れやったもんね、はい、そうだよね、やりましたね、そうでしたね、はい、そうですね、はい、ということで、じゃあ来週もまた見ていただければと思います、はい、はい、では、はい、ちょっと今日はもう、あの、ごめんなさい、自宅からならこんなのブツッと切れますので、はいはい、ではありがとうございました、はい、また来週お会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。